すいません、アプリ落ちが立て続けにあり、はい。てかどうする？みんな大会しません？今から、よかったら。はい。またみんなが揃い次第。じゃあランクは僕、続けていくか。そうですね、みんなよかったら大会しません？はい。やりましょう、せっかくなんで。はい。てか、やりましょう。ちょっと僕まだ優勝してないしね、ちょっと今日シングルにしよっか。そうだね。シングルでちょっと大会やりたいんですけど、どうですかね。てかまだ誰もいないか。皆さんすいません、立て続けのアプリして申し訳ないです。はい。ただ、大会中。その、アプリが落ちないからだけちょっと心配ですね。ちょっと、ワンチャン制の大会で、ちょっと練習したい部分もあったりするんで、はい。またどうしようかな。今日出たいって方がいらっしゃったらまたやろうかなって感じですね。はい。バーニーさんとかどうですか今日。悪い字までしか聞こえ、あ、本当ですか、さっきですか、すいません、ご迷惑おかけしました。今日はアンラッキーですね。本当ですね。今日ちょっとひどいですよね。てかどうですか、せっかくなんでみんなで大会しませんよ、よかったら。だから鉄拳っていうアプリがクソで、サーバーもクソなんで。同じで、あれ、それはちょっと。ブーさんかもしれない。大体やりましょう。ブーさん大丈夫そうですか。ブーさんいける？ただもう、どうあれ。もう、早めの順番やっちゃってませんもんね。最近やってなかったですしね。またじゃあ、人数揃うまで僕もランクもやってるんで、はい。で、受付はコリンちゃんにお任せするんで、はい。ノイズひどい、マジで？どうですかね、今。たまにマイクの音声おかしくならない。おかしいですね。なんか今日特にひどいですね。しかもさ、さっきさ、どうですかね、今。あ。今どうですかね。あ、同段じゃん、やる。ちょっとやるわ。いけますよ、いつでも。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい。今どうですかね、マイクの方。今いい感じ。あ、OK。ありがとう。ちょっとなんか また問題あったら教えていただいてもいいですかね。今日大会やるんで、かわいい。今大丈夫です。あ、どうですか、ありがとうございます。はい。OK。ちょっと待って、これキングにはね、結構ね、あからね、ムーズ変えるけど、ちょっと無理やったんだ、ね、ちょっとさ、あおらい狙いすぎじゃないからね、これやっちゃう、これかん、これやっちゃう、ひどいキングはゴリラさんだけだと思います、ですよね、ホワイトタイガー、このゲームであんま絶滅危惧種じゃないみたいですね。あ、ごめん、ちたい、違う。OK。今一瞬おかしかった。あ、マジっすか。ちょっと待って。あ、どうですかね、今。コリンちゃんお願い。どうですかね、今。ね、最近さ、思ってたんですけどね、キングはね、あおらいな気がする。ね、やっとこれを。なんとかできた。OK、いいね。OK。あ、本当にくっちゃん、ありがとう。ありがとうございます。はい。ね、今日みんなで大会しようよ。大会したい。やろう。みんな出ようよ。やろうよ、大会。大会だよ。そう、マイクとの接触不良ですかね。接触が良くなるスプレーとかあります。あ、そうなんですか。そんなスプレーあるんですか。え、欲しい。欲しい。え、買う。買います。カイミヤさん1個購入します。ね、やっぱさ、煽られな、出ようよ、みんな出ようよ。もう出るしかないでしょ、もうこれは。いやー、ちょっとやる。ミモちゃん大丈夫、参加できそう。 PS オフ開けそう、今っていうか。いいね。わざと技がぶつかり合う。
こんな感じでやってくんで、はい、アイツさん出れます今日。アイツさん今日出れます大会。いいね、楽しいわこのキングの人やってて。あ、惜しい、今の惜しい右アッパーだったね。あ、ごめん、4番やろうよ、みんな。これ壁にうまく貼ってくれるの、耐え作れるかな。あ、いけたね、オッケー。今ボージャン倒したからいけるで。あ、ほんと？了解了解了解。ニモちゃんオッケーね、オッケー。あ、あと5人やりましょう。誰か、誰でもいいです。初参加の方とかでもいいんで、はい、歓迎いたします。はい、歓迎しないはずがないじゃないですか、もうそんな。やっぱさ、青ロイだわ絶対。あ、モイちゃんた、あ、モイちゃん今日いける大会、これからやろうかなと思ってるんですけど。あ、いいんじゃない。ちょっと頑張って現部戻ります。はい、コメントの勉強して。あ、本当ですか、柴さん。はい、え、どうですか、あの今日大会、あ、今日大会開くんですけど、人数揃い次第すぐやります。はい、ホームセンターとかに金属の接触が良くなるスプレーがあると思います。私もノイズのトラブルでパッドの接触部にかけて。あ、本当ですか、了解です。なんか商品名とかなんかおすすめあったら、てかルカさんと同じやつ買おうかな。ノイズやばいね、マジで。ちょっと待ってちょっとさすがに手離せない。ちょっと待って。今日久しぶりにやりたい。あ、了解です、ぐっちゃん。ちょっと待ってください。ね、OK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 。DM で写真。あ、本当ですか。すいません、お手数おかけします。ありがとうございます。あ、ただいまです。ありがとうございます。いいね、いいね。大会だけなら今からやりますか。あ、はい、もう人数揃い次第やります。もう、あと30分以内にやろうかなと思ってます。11時までにやります。はい、萌ちゃん大丈夫そうですかね今日。あー、やばい、ちょっと待って。もちろん僕が実況するんで、はい、これダメだよね、ちょっと待って。もしかの、また落ちました。はい、さっきですよね、すいません、ご迷惑おかけします。はい、ヤユさんも全然出ましょう。あ、 PS を買った、了解です。はい、あ、じゃあ未来系で、はい、いつか出ましょう。じゃあスタンバイします。あ、本当ですか、萌ちゃん大丈夫、 OK です、ありがとうございます。でワインも入れて、あと3人 OK、 あと3人誰か、ホルモンさんは大丈夫だから、みやびさん見てます今。ヤユさん、君の参加待ってる。待ってますよ、もちろん。はい、これちょっと頑張ってゲーム決めたいね。結構勝ち越してるよね。いいね。全然、はい。初参加の方とかでも全然。まだあれか、まだ初めて9分しか経たないから、さすがにあんま見てないか。はい、全然お待ちしてますよ。はい。今日僕キャラどうしようかな。キャラどうしようかな。ノイズやばい？今大丈夫そう？あ、チェロさん、ノイズのですか、それは。ノイズの、それともノビタのノですか、それは。伸ばさない、これ。OK。今、多分、当て身仕込んでたら、さすがに両パンは無理、間に合わないでしょ。やっぱさ、あおれじゃね？
あ、危ないな。大会やる、大会やる。ホルモンさん行けます？よかったら。行きましょう。てか、ホルモンさんは OK で。こんにちは、ホルモンさん OK。大丈夫ですか、ホルモンさん。まだ、お店終わってないですか、焼き肉屋の。やっぱさ、キングにはさ、青ライだけや、ほら、青ライじゃね？クラブの感覚とタイミングだけで打っちゃってるよね。こういうとことかね。でも実際さ、これが一番強い気がするんだけど、どうなんだろう。あ、俺のめっちゃいいさ、鉄拳のトーナメント、あ、もちろん鉄拳のトーナメントです。はい。大会参加表明のです。あ、了解です。はい。あ、全然大丈夫ですよ。僕とフレンドになられてますかね。あ、やばい。どう今声入ってる。俺も参加は見れ。どうですか今聞こえます？あ、声聞こえた。あ、了解です。ありがとうございます。これは抜けれないぞさすがに。OKOKOK。 あ、こう聞こえた。ありがとうございます。はい、無言配信やめたい。了解了解。ごめん。違う。無言配信するぐらいな配信しないと僕は。これ何？あのね、最近ね、そのね、なんだ、あの、その、グラップにかけるね、あと誰かいます？人多いなら、枠譲りますね。マジ？またノイズ？あー、やばいね。いや、今日ノイズやばいっすね。本当ですか？今どうですかね。ごめんなさい。新しいマイクちょっと変えます。すいません。あ、新しいマイク？ちょっと、やばいね。あ、戻った。大丈夫ですか？あの、新しいマイクこれなんですけど、これもこれでね、結構ね、これもノイズやばいんですよね。接続部分かな。あ、ちょっとごめん。コインちゃんごめん。ちょっと携帯取ってくるんですけど。ありがとう。ちょっと明日でもあれか。でも仕事帰りに寄れるか。明日ホームセンター行ってちょっと、あ、ルカさんありがとうございます。すいません。お手数おかけします。あ、こういうのですね。了解です。はい。ありがとうございます。コンタクトスプレー。ああ、なるほど。これでやっぱ結構違います。これするだけでやっぱり接触ですかね。な気がしますね。なんか僕もこのなんか、なんだろうね、配信も3ヶ月やってきてもあれかな、ちょっとボロ出てきたのかな、このマイクにも。あと1名揃い次第大会やりたいと思うんで、はい。誰かいらっしゃいますかね。だからやりましょう、やりましょう、やろう。
どうしようかな、70の方だったらもう彼も言っちゃってるよ、そうだね、あ、そうだ、フランスが今安定してます、あ、確か、ありがとうございます、そうだ、フランスがあるですね、うん、やるやる、今ノイズ大丈夫そうですかね、今安定してます、あ、ありがとうございます、はい、あと、あと一人、あ、ノイズ、やばい、マジか、あ、どうかな、今。やばいね。15分経って、まだノイズが改善されないな。すいません、明日スプレー買ってくるんで。はい。いっぱいスプレーかけちゃうんで、はい、僕。全部使ってやろうかな。ロボットボイス。すいません。はい、今大丈夫そうかな。うまい。いやー、なるほどね、なるほど、あ、ガニさんガニさんガニさんいけます、ガニさんいけます、どうですか、トランシーバーみたい、了解、あ、やべえ、ちょっと危ない、これだよね、あ、やばい、やっちゃった、最近はめったに温泉トラブルないんですが、スプレーは気休めかもしれませんが、ため使っちゃう、了解です、はい、ありがとうございます、あれね、アゼラスさんのね、ファランがね、結構ね、左ジャブジャブで牽制してたんですよ、だから、いや、うまいな、今布団の中ですが行きましょう、あ、本当ですか、了解です、ガニさん、やりましょうってことで、はい、ぴょんぴょんコーナー久しぶりに開催しますんで、はい、いや、これうますぎんだけど、これなんて方が、ちょっと、いや、さっきこれは抜けれないな、オッケー。じゃあ、やりましょう。もういいよね、やっちゃって。うん。大丈夫ですか、了解です。はい。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ、一人ずつ、じゃあ、大会やってきます。はい、すいません。今日シングルで大丈夫ですかね。シングルでやりたいと思うんで、はい。ぜひお願いいたします。ちょっと待って。じゃあ、アプリ落ち。アプリ落ち杯行ってきたいと思います。はい、第1回目アプリ落ち杯ですね。はい、こちら果たしてどうなるのか。はい、アプリが落ちてしまうのか。大会したね。そうだね。あ、了解です。え、バーリーさん、大丈夫今日。今日大丈夫ですか？一応ね、もう、あれ、メンツは揃っちゃったんですけど、じゃあ今日シングルでやっていきたいと思いますんで、はい、一発勝負なんで、大会目、ちょっとだけ待って、あ、了解、今日、今から大会するんですから、バーリーさんどうですか、あ、でも人数揃っちゃってるのか、どうしようかな、僕は抜けようかな、じゃあ。じゃあ一人ずつ誘っていくんでお願いいたします。ちょっと待ってくださいね、ちょいちょい画面青くなるんですけど、申し訳ないです。はい、なんか、僕の、なんか、モノマネとかで繋ぐんで、はい、皆さん待っててください、はい、大会面やばいっすね、人揃ってるね、そうだね、ダメだわ。じゃあまた次の機会で、じゃあちょっと画面ちょいちょい青くなりますね、すいません、じゃあ一回フレンド申請しておきますね、あ、了解です、あ、チェロさん了解です、ありがとうございます、ちょっと僕のモノマネをちょいちょい挟んでいくんで、通常皆さん頑張ってください。あ、レビットさんありがとうございます。はい。じゃあお誘いしてきますね。ゆかさん iPhone の方でいいのかな？今回は。じゃあちょっとさっきできなかったモノマネやろうか。ポケモンで、ライバルが出てきて、向こうの最初のポケモンが、どうしようかな、悪い字で、でこっちの最初のポケモンがマスオさん、てて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 てんててててててんててててんててててんてるんてててててんてんてんてててんてんてて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 て
てて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 てマスオさんの水鉄砲ピョンうわーてて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 悪い字の火炎放射ゴーてて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 てうわーてててててて、て、受けたかなこれ。こんな感じです。すいません。ちょっとごめん。なんか集中してなかった。のれ、ぐっちゃんが、ぐっちゃんがどれだっけ？いや、もう絶対滑った。絶対滑った。今、わかる。もう、僕にはわかる。もう、聞かなくてもわかる。もう、もう いつものことだけは絶対滑ったわ。あれ？あ、いた。ちょっと待ってて。コリンちゃん、ちょっとあれ、見せてくんね、それ。え、ノイズ入ってない？マサオさん、飲酒で、何の時間だこれ。トラウトが初めてなの。待っとけば大丈夫です。はい。今、ルカさんとミモちゃんとグッチャン誘ったの。松丸さん、どんな感じでしたっけ、ID。くっそつまんねえ、400回。っていうか、400回押した。あ、マジでつまんなかった。ごめんね。放送事故じゃないです。事故じゃないです。すいません。はい。何の時間だと。あと、ちょっと待って。ちょっとどんどん誘っていくんで、はい。すいません。お待ちください。いや、もう、滑ったんだ。しょうがないわ。ね。いや、でも、あ、チェロさん今お誘いしますね。で、ガニさんと、TM?松丸さん？あ、了解。TM、ちょっとね、フレンドかなり多くなってきちゃってね、ちょっと探すのに時間がかかる。すいません、皆さんまたお待ちください。申し訳ないです。ね、もうちょっと滑ったのショックだったんだけど。TM?T でしょ？ TM、TM。どれ？ちょっと待って。うん。OK。あ、ホルモンさんもいた。で、はい、じゃあ、これで招待。ピョンさん、ソンソン優勝。あ、頑張ります。はい、任せてください、アイツさん。アイツさんも出ます。でも、この感じのモノマネ嫌いじゃないです。本当ですか？はじめが TMTM です。滑ってた？ちょっとショックだわ。主催者さん、ファイザー。ありがとうございます。あと誘ってないのが、待って、1、2、3、4、5。あ、なんか綺麗じゃね？なんか、オレンジとさ、オレンジと黄色でさ、イルミネーションみたいじゃないですか。ハロウィンの時期にぴったり。あ、ごちゃごちゃよろしくお願いします。じゃあ、あと、あれですね、萌ちゃん誘うんで、ちょっと待って、TMTM ね、了解です。はい。フレンドになってますよね、もう、多分。ちょっとじゃあ、ちょっと探していくんで上から。TMTM。すいません、皆さんお待たせ。あ、いた、これか。オッケー。了解です。はい。で、これで全員揃うかな？揃うでしょう。揃わないとおかしい。どうも緑が通ります。あ、全然、はい。ね、滑ったかな？あんですか？了解です。じゃあ、これで全員揃うかな？てかさ、ポケモンバトルだからちゃんとポケモンにした方が良かったかな。不思議なのとか。ダニみたいな。ダニ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 あ、ありがとうございます。今回色鮮やかな。はい。最高段位は一番上の、カエピョンコリンさんとアユポンさんの、螺旋ですね。はい、じゃあ皆さんお願いします。今回シングルでやるんでね、すいません。あと何回も今日、配信中アプリ落ちしてしまい申し訳ありませんでした。はい。一応今回第1回アプリ落ち、はい。アプリが落ちないことをみんなでね、願いながら、はい、進めていきましょう。じゃあ、はい、じゃあ早速開始していきますね。抽選ランダムになって、一発勝負なんで、で、全試合見れるんで、はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、1回戦ルカさんとかじゃなきゃいいな。あ、1回戦第1試合、僕対ミモちゃん、2試合目が、山口さん対、今回は、萌ちゃんか、これ。で、ガニさん対ルカさん。で、サルガクベイビーのグッチャン対、今回初出場のチェロさんになりましたね。はい、お願いいたします。みんな負けたらその場で終わりだから、はい。じゃあね、
お前ら心と体の準備はいいか？泣いても笑っても、あれアプリが落ちたらそこで終わり。アプリ落ち早い、始めていくぜ。ルカさんが死んだ。いやそんなことない。こんばんはホラン。あこんばんは。あれミモちゃんか。でミモちゃんホランで言っていい？ミモちゃん、ミモちゃんどうしよう。どうしよう。ミモちゃん、でもミモちゃん、ミモちゃんどうしたらいい？行くよ、行くよランダムで。ちょ、あ、間違えた。ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ミモちゃん、ちょっと待って、ミモちゃん、ミモちゃん、カズヤになっちゃった。あ、ほら、で、ごめん、ミモちゃん。で、ごめん、もう一回できるこれ。ね、ちょっと待って。ね、これさ、ね、時間制限いらないんだから、本当に。ちょっと待って。ね、ごめん。ね、三島使えない、本当に僕。僕、三島使えない、本当に。ね、みおちゃん、ごめん。これ、ぴょんさんがキャラ選択するんです。あ、そうです。けど、やべ。やべ、みもちゃん相手に勝つや無理だわ、ちょっと。みもちゃんも間違えたの？ゼロ勝合計とか、何このクソ試合。何このクソ試合。エリザになった。あ、みもちゃんも間違えたの？あ、それか、ちょっと気使ってくれた感じ？ありがとうございます。はい。なめぽやんけって。いいね、この、皆さん、2、3分ほど我慢ください。はい。みもちゃんさ、コンボわかる？エリザ。ちょっとちゃんと勝ち上がろう。ちょっと負けた方がいいだけど、前も勝つようになったよね。なんで終わるの？ちょっと待って、ミモちゃん普通に使えんじゃん。いやちょっと待って、ねえ、勝つようのレイジャーってどうやんだっけ？だからそれを言ったら出すのバレちゃうよね。レイジャーズ、これ？あ、オッケー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 、できたできた。あー、ちょっと待って。あ、ちょっと待って、これ。うりゃうりゃと、歴史残る試合になった。歴史残ります、これ。タイムクッキン？ちょっと待って、ミモちゃん。ちょっと待って。いや、ミモちゃん、あれだね。ちゃんとコンボできてるね。オッケー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 、リーチをかけたのカンピョンさんのカズヤ。風神拳ミスってシャカパンするやつ。キエフとか決めたいんだけどな、ほんと。あ、もう待って、ごめん、あれね、僕ね、三島だとね 2PG で、あ、勝った。はい、ってことでね、はい。まさかさ、カズヤで勝てると思わなかったんだけど。ノーカンノーカン。いや、ノーカンはね、僕もカズヤで正式に勝ったんだから。はい。風神拳を使わない三島学院。違うんですよ、ワンピーが出ないんですよ。青ラインに慣れすぎちゃって、逆に財布が安定しないんですよね。じゃあ、ってことで、はい。2試合目友和酒井。友和酒井。3対、友和酒井さんって誰でしたっけ？あれ？7組ミスってツースマ出る。出ます。はい。待って、友和酒井。あ、これ、萌えちゃんか。あ、違うか。あれ？萌えちゃん対、ちょっと待って、ちょっと見せて。萌えちゃん対、友和さん、はい、お願いします。友和酒井。あれ、これホルモンさんじゃない？これ。で、これホルモンさんでしょ？友和酒井って。あ、違うか。あれ、これホルモンさんですよね、多分。じゃあ、ホルモンさんって手でやろう。ホルモンさん対萌えちゃん、はい、お願いします、はい。2人に2回打った TM が松前さんですよね。友和酒井さん、え、
嘘、え、入れなかったホルモンさん、え、マジで、え、じゃあ何者ですかね。え、ごめんなさい、僕さ全く関係ない人招待しちゃった、もしかして。いやそんなことは、ともかくオロチの財布を打たない三島、勉強のやすいません。謎の一元、はい、謎の三島使い。謎の和也使いたい、萌ちゃん、はい。ごめんなさい、誰ですかこれ。なんだこれは和也オフか。うん、かっこいい。カラグ誰。大丈夫こんな大会が今まであっただろうか。謎の男と戦いたい。萌ちゃん頑張れ、さすがに萌ちゃん頑張ってからの10段ね、あと1ミリプラス取って、最後はスイープキックレケを1ラウンド取っていくのはこちらサイコブレイクファランで、これめっちゃサイコブレイクのさファランじゃないかの、悪いな連携で押してって、これは壁に謎の男と思かった堺、どんな三島使いなのか。あれね、最高ダインが修羅になってたから、多分この方あれなんですよ、多分サブキャラだと思うんですけど、いや押してくから逃さない、あなたを壁から逃さない、無駄に入ってきたあなたを壁から逃さないとばかりにリーチをかけるのはこちらまっちゃんの、頑張って、こちらモンハンを始めたばかりのまっちゃん、あ、うまい、上手、さすがです、はい、面白すぎる、素晴らしいですね。友和坂井としては後がないところだが、どうだ、うまい、あーでもそれなっちゃいますよね、結構僕もなっちゃいますね、ちょっとラグが起きるが、てかあれだよね、これ本人の方見てたら申し訳ないよね、ちょっとすいません、はい、ちょ、あ、こちら今大会のダークホース、友和坂井を倒していくのは、はい、てかさ、なんか僕が間違えて招待しちゃって、こんなこと言うのあれだよね。ってことで、はい、友和さん、はい、ありがとうございます、はい、おめでとうございますよね、はい、いや素晴らしい試合でした、はい、その招待一体何なんだ、面白すぎる、てかちょっと待って、このファランコスめっちゃかっこいいよね、はい、で1回戦第3試合でガニさん対ルカさんですね、こちらこのアイポンがルカさんの方ですね、でガニさんはどこまでダイン上げたの、あ、合拳か、はい、あれだね、でもよろしくお願いします。でホルモンさんごめんなさい、え、僕さ、え、ホルモンさん招待したけどあれ間違えて謎の人松森さん、メタギアのスネークですか、あ、いいですね、スネークかっこいいですよね、僕もスマブラで使ってましたよ、ダイムは前のまま、了解、ガニさんの合計は、そう、ルカさん気をつけてください、ガニさんの合計プラス6段ぐらいで見といた方がいいです、間違いなく、でガニさんといえばロー使いのイメージだが、ファランも使えるというからの、ルカさんはシャオで来たと、なるほど、ホルモンさん、そうです、分かりました、いや本当よ、見てれば分かる、いや、あれ、ガニさんは絶対違う。からも、ガニさんのファランがまたどう火を吹いていくか。ルカさんのシャオは一回見たことあるな。結構女性キャラ、あ、かっこいい、グラさん前が見えるの、ジャングルに、いや似合わない、こちら2キャラだ。開幕捨てしてたね。からの、壁に運んで、いや、コンボが安定してる。使い慣れてますね、完全に。からの、後ろのバズーカが、背中のバズーカがいつ火を吹くか、ね、バズーカ背負ってる人多くない、はやってんのからの、後がないが、いやー、これ今ね、背抜けからのね、投げが確か判別できないんですよ。いや、1ラウンド取ったのは、いやー、動、ちょっと様子を見ながらという感じが、お、素晴らしい。あ、だからコンボが入らないが、ちょっと重いかな。いや、カウンター入り、これで。火力重視、いや、ピョンと跳ね、もう一回ピョンと跳ねる、だがこれはスネーク、お、そう、これなんですよね、このね、ファランはもう体力1ミリまで諦めちゃダメですね、ローハイからミドルバックブローで決めていく、11、
いやでもこれ分かんないよ、どうなるかね。またね、今回優勝候補のね、はい、ルカさんどうなの。いやワンツーこれで、いやカウンターで入り、いや使い慣れてますね完全に。もういやピョンと跳ねワンツー、いやまた投げてく、後がないガニさん、いい姿勢で倒れてく。そしていやどうだか、これ頑張れるよ。これなんだっけこれ、上中下のやつでしょ。いやさばいてく、そうあれね、なんかね鉄拳セブンか、絶対さばいた方がいいですよね。いや動いてしまう、壁から逃れたい、だがこの女の子は容赦しない。いやいや、あと1ミリなのはパワークラで決めきり、ガリガさんいやルカさん強いわ、ルカさんが強い、しょうがないです。はい、松村さん、いや再現度めっちゃ高かったですね。そうですね、松本さんカスタマイズでは今のところ優勝かもしれない、萌ちゃん。ってことで1回戦って最後の試合ですね、サルガクベイビー、はい、学園の学園のサルガクベイビー、誰のこと、いやグッチャンのことだよ。山口さん対今回初参加チェロさんですね。また団員も、団員どのぐらいなんだ、あ極限、あそっか投げ抜けをしてるのにね、あるよね、わかるわかるわかる、気持ちわかる。そうグッチャン対チェロさん、グッチャンが今、合拳で極拳、ああなるほどね、全然お互いメインで大丈夫ですよ、はい、グッチャンも普通に強いんで、はい、でこれまさかチェロさんが何のキャラを使ってくるかってのも注目ですね。強いですよね。そうなんですよ、いやでもガニさんも強いよ普通に、ガニさんも強い、あれもうどっちが勝つか分かんない、いい試合でしたよ多分多分今日あれでしたね、なんか僕間違えてさ誘っちゃったかな。ホルモンさんありがとうございます、すいません、なんかホルモンさん申し訳ないです。あこっちはチェロさんレオ使いだったのか、これが多分最高段位のキャラなんで、多分これレオがメインっぽいですね。対するはこちら、あれでしょ、あのファランでしょ、あれ僕カスタマイズで覚えた、あれだよ、ウサギ背負ってるやつでしょ、でしょ、ウサギ背負ってて、出ましたこのガリベン君。対するは天使の輪っかつけて天国から前戻ってきた美少年カイパンさん、ファランだもんね、いいですか、了解です、はい、からの、いや生ろう、どういうレオなのか。でもねレオもね、レオの肘筋系の性能はやばいですよね、相手しててかなりきつい。からのこれホーミング機能があるやつですよ、これね、もう横も潰すしね。からの壁から壁の恐怖、いやー2択をかけるが、いや右やっぱりいい感じに迎撃したけど中断中断、ミニ戻ったら大会始まる、あもちろんです、はいやってます、萌ちゃん私もスネークコストにしてます。からの前蹴りどういくの、あ素晴らしいエルプラが入るが、ちょっとびっくりしてしまったか本人も、後ろのウサギもな言ってるぞ、何やってんだお前と、いやそんなことはないと、右アッパーを当てていく、セットアップが安定して壁に運べずだが、ワンハイ、このさあれさあ、これ決まるのでなんだそのコンボは、新しい可能性を見せていく、だがカウンターで入り、これで耐えて半分ぐらい持って、いやでもまだあるよまだあるよ全然あるよ、多分あるよ、ほらあったほらあった、素晴らしい青レンを決めていく、すごいね萌ちゃんは、あのいやこれで中断ね、これで壁に運ぶのか、ニーモさんもスネークですか、そうですね、前蹴りで逃さない、あなたを壁からの逃さない、いやまだ逃さない、いや逆に追い込まれてやばい肘筋系から壁込んで下を削って気質 で今度中段で壁を取りに行ったか、これで決まりはしないかな、最後の1ミリまで諦めない、それがあるのか、またあるのか、いやそっちを使い2択で様子見る、いやこっちもどうなの、いやこれがね当たり判定がなかなかいかついですよね、この中段後がないのはグッチャンだが、初参加のチェロさんが1回戦を突破しチェロチェロするのか、ああだが、いや下落として、でこれなんて言わせなっけ、僕前奏隊って呼んでるんだけど違うのかないやグッチャンとして後がないが、チェロさんとしてはあとワンコンボで
ウサギが壁に追い込まれきつそうだ。いやだからそこを脱出し、ごめんとばかりに脱出していく。かかとからの、いやー狙っていくが、ぐっちゃんとしたあとワンコンボでいけるが、いやー決めきっていく。いいね、素晴らしい、はい、上手だね。ってことで、はい、今回初参加のチェロさんがなんと1回戦突破していくと。でベスト4出ましたね、これ。で次あのセミファイナルの準決勝ですね、僕対萌衣ちゃんですね。萌衣ちゃんとやるの初めてですよね。はい、お願いします、こちらこそ。はい、で僕ファランでいきますね。今日大会はこれだけだっけ大会やりたいですかまあちょっとあそっかガミさん終わっちゃったの。ニモさん今度またお願いします、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ということでファラン対決いいですか、本当に。今度は間違いないよ、今度は数選ばないから本当に。チェロさんキャラはどうすればいいでしょうか、もう一回やろうよコンボ制度が、もう一回、もう一回、ちょっと緊張した。あ本当ですか、あやっぱみんな緊張します結構。ピョンさん指導お願いします。了解です、はい。僕もちょっとね、一応負けたくない気持ちあるんで、はい、ちょっとガチで喋んないです、すみません。はい、萌衣ちゃんのファランとは初めてだよね、そうだよね。では声の方大丈夫そうですかね、うん大丈夫そうだね、 OK お願いします。はい、でもね僕のファランもね、ね見て、左下に今までの結果が出てるんですけどさ、7位8位7位ってなってるんですけど、あれ気のせいですよね多分てか友和さんが一体誰だったか気になるお願いします。あ、サイコブレイクファラだし、あそれは僕もだ、あやってたんだコンバンチョン、あかわいいかわいいかわいいっすね、それいいですね、それいただきます。あれカウンターやってた、金脈コスチュームかっこいい、かっこいいっすね。拾われてく、あこれ終わったんじゃないか、泣きのもう一回お願いしますちょっと待ってて、トーナメントの枠はプライベート枠にしました、他の方が入れないようにすればいいかと。あ、他の人入っちゃったのかな、え一応プライベート枠7にしてたんですよ、えでもそれで入っちゃったのかな、ありがとうございます、はい、すいません、なんか暴れてばっかで申し訳ないし、泣きのもう一回どんだけだよ、あ久しぶりじゃない決勝行くの、超久しぶりなんだけど、はい、ってことでね、準決勝第2試合、はい、ルカさん対今回初参加チェロさん、はい、キャラはお任せしますよお二人とも、はい、誰に招待送ったんよ、あれでもさ僕さ、いや大丈夫なはずだと思ったんだけど、ありがとうございます。緊張した。あ、本当ですか？いやいや、とんでもないです。はい。プライベート枠でしたら他の方は来れないはずですよね。ですよね。一応プライベート枠で7にしてつもりだったんですよ。てか、前回から変えてなかったんで、7のはず。なんか、変にいじって6になっちゃったのかな？
どうなんだろう。はい。でも、まっちゃんが、1回戦で倒したんで、はい。大丈夫です。優勝されなくてよかったですね。てか、なんだかんだでさ、みんなさ、絶対さ、あの人勝ち進んでた、みんな応援してたでしょ。なんでなんすかね、わかんない。いや、すいません。なんか今日、いろいろ、ノイズといい、アプリ落ちといい、あと、謎の男といい、ごめんなさい。すいません。なんか、いろいろある日ですね。はい。すいません。失礼しました。はい、こちら、ルカさんはもうガチですね。こちら、可愛らしい黒エタイ。今回、大会ダークホースといっても、謎の男、ガニさんを1回戦で倒すという、こちらの、ガニさんじゃねえや、山口さんを倒すという、はい。チェロさんのレオですね。もう50人以上見てるよ。下手なことできないよ。はい、こちら、黒髪対決。どちらが黒髪界として、そんなことがいい。お互い動いていく。ミリメインみたいですね、ともかく。あ、そうなんですか。え、お尻ですか。後ろ向いていく。いや、これが減るんだな、これが。ダンシングスタイル。今日も。いや、追い込まれてるな。ここからが強いんですよね、ルカさん、本当に。パークナル押していく。お、これ、かかんなんですかね。どうなんだろう。ラッキーだが、アンラッキーに拾われて。いや、この、いやでも分かんないよ。押してく？あ、背面取って気質で中断。お、これあるよ。マジであるよ、これ。ちょっと嫁おこなんで落ちた。あ、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。全然、いや、むしろ3回いただいてありがとうございます、本当に。はい、ガーノ、今度は引っかかんないと。あ、肘近景で拾ったのかな、今。空中拾いの美味しい形になり、アンラッキーなのはルカさんの方だったが、だからここからラッキーを。いや、下、足元失礼。いや、こちらも後ろ失礼。2択は通らないが、どうなるか。あ、素晴らしい。今すごい暴れ方だったね。このね、この私に近づくなとばかりの素晴らしい。どっちが、うわー、これ、いい声で泣きますね。発車見てます。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、いや、からの、あ、リュカさんはちょっと後がないが、どうなる。黒への講談者として見せてほしいところだが、あ、さすがカウンターで入り、足元失礼し、このリズム感、壁に追い込んで6割持っていく。で、下を削って狙っていく。あ、すげえ。この一応ね、あ、焦点していく。だがまだ戻ってくる。ニモさんにどうしよう。ニモちゃん、たまにはお願い聞いてもう一回しよう。ちょっと待って、あれ、ちょっと、じゃあ分かった、主催者が優勝できなかった、もう一回やろう。からの押してく、ワンツー下踊ってく。ルカさんとして後がないが、あ、今スカシ確定に気味に膝を入れ、おお、すげえ。このライトの当て感、暴れ感。こちらもうファイナルラウンドです。泣いても笑ってもラッキーヒットして、ガーノ、こちら、どっち投げだ、わからんが、これで半分なくなっちゃった。もう天国に行きたくない。あ、さばいてく。だからちょっと壁が近く、コンボが安くなってしまうが、いや、パワークはこれはちょっときついか。いや、さすがのまくりですね、素晴らしいです。はい、可愛いですね。男性の視聴率が上がってく。いや、強いですね。いや、でも、チロさん、惜しかったです。マジでありました。はい、じゃあ、次決勝ですね。お願いします。お願いします。僕はもちろんファランド行くんで、はい。萌ちゃん、私のスネーク見てて。いい試合でしたね。チロさん、惜しかった。いや、強かった、でも。ありがとうございます。はい。ちょっとルカさんか、ちょっとあれだな。いや、ちょっと負けたくないな、テンパっちゃって。いやいや、そんな緊張するような大会じゃないです。いや、これちょっと、主催者これ勝ったら大会 初優勝です。頑張りますね。はい、あ、こちらこそお願いいたします。ピョンさんの実況、慣れてますね。さすがです。慣れてましたかね。カイピョンの優勝は誰も見たくないのだ。いや、わかんないよ。ちょっと、あれ。しかも、くしくも同段じゃん。お願いします。いや、これ、なんかあれ、大会今まで開いてきて一番ちょっと勝ちたいかも。頑張ります。ルカさんわかってるよね。
え、僕あれだよ、そのコメント欄のみんなの期待無視してがっつり優勝狙いに行くからね、もちろん。ルカさんボコボコにお願いします。お願いします。いや僕本来黒いは得意なんでね、はい。あ、キャミできましたね。これちょっとやばいな。もういかにもアンラッキーでしたね今。すいません。あれジャンプステータス当たらないんだ。あれさすが。オッケー。いや頑張ろう。やべえ、やっちゃった。死なないでしょさすがに。僕も一応リズムをしとく。オッケー。ってことで皆さん、すいませんルカさん最後ドライブ、はい。いや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 、ありがとうございます、はい。いやいやいや、はい、強かったです。もうどっちが勝つか分かんなかったです本当に。うわーじゃない、ね、なんで別におかしくなくない別に。しかもさ最初カズヤでやってるからね。もう一回遊べるの。初優勝の話が。やっと初優勝、アプリ4時半優勝しました。もう一回、今日初参加のねピョンさんと対戦できるなんて嬉しかった。いやとんでもないです、はい、僕もこそ楽しかったです、はい。ルカさんにプレッシャー与えちゃったかな。ピョンさんおめでとう。もう一回ですからね。もう一回やろうじゃん。分かった。いいよいいよ。もう一回やろうか、じゃあ。で、コリンちゃん出てみる、たまには。コリンちゃん出てみる。どうする、大丈夫、いいやんなくて。でも、ピョンピョコ杯の優勝はない。そうだね。そうだね。今回アプリ落ち杯だからね。てか何アプリ落ち杯って。でも、ピョンピョコ杯じゃないですけど。何そのヘリクツの。じゃあ、じゃあまあ、これで一回トーナメント解散しますね、はい。じゃあ次ピョンピョク杯やろっか。そうだね、うん、優勝のタイミングでは落ちなかったですね。それは噛みすぎますタイミングが。じゃあこのままピョンピョク杯やっていこうか。そうだね、ピョンピョク杯やっていきたいと思います。もうみんなやりたいって言うんでね。参加される方はコメント欄でお願いします。じゃあピョンピョク杯やっていきますね。みもちゃん参加するでしょ。了解。結構ぴょんぴょこは人気あるんでね、はい。ぜひ。いやいや、やるよ。あ、カズさん了解です。カズさんどんな感じでしたっけ。待って。てか、さっきさ、参加してきた人、誰だったんだろう。コリンちゃん出るの実力は何段くらいなのか。あ、コリンちゃんいいみたいです、今回やっぱ。あ、みなさんこんばんは。どうですかね。参加されたい方コメント欄でください。カズさんどんな ID でしたっけ。人数いなかった。あ、了解です。はい、ルカさん。ありがとうございます。はい。ガニもう一回、了解。ちょっと待ってて。ぴょんぴょくはレベル高いもん。ホルモンさん今度行きますよ。すいません。今度はちゃんと誘うんで。はい。じゃあ、ね、さっきモノマネ滑ったかちょっと心折れちった。ちょっと待ってくださいね。で、今招待したんで、はい。あ、みもちゃん、いや、もう招待しちゃったよ。できるならもう一回、謎の数をお願いします。了解です。はい。わかりました。ID はユリエ。あ、了解です。ちょっと待ってください。今誘いますね。ちょい画面青くなりますね。すいません。チェロさん、行きます？チェロさん誘いますよ、じゃあ。他にも早いもん順になっちゃうんで、すいません。7人しか枠がないんで、ユリエのやつ、了解です。母さん、ちょっと待って。あ、これか。了解。新しいのやつか。OK です。で、
ポケモンバトルお願いします。ポケモンバトルですか。ポケモンバトルいいですよ。でさっき滑ってませんでした。大丈夫ですか。本当に出たい。あ、ぐっちゃん、オッケー、了解。ちょっと待ってて、ちょっと待ってください。すいません、皆さんお待ちください。サルゴクベイビーだよね。了解です。どれだっけ、ちょっと待って。みやびさんとか大会、最近大会てかモデレーター一人もいないんだけど、ちょっと待ってください皆さん。サルガクベイビー誘うんで、あ、いた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 。でこれでいきます。了解です。これで 1,2,3,4,5,6、 あと1人、あと1人、了解。あ、バーニーさん行く、バーニーさん行く、バーニーさん行きます。ピョンさん俺の時レイボーネがやかましいわ。あと1名なんですけど、さっきの謎の人また来る、また来る。あ、了解です。ちょっと回線に不安がありますが、あ、大丈夫ですよ。はい、もうこれもこれでまたあれなんで、緊張してあおらい 3RK に化けてます。僕もです。はい、ポッケンあんまし面白くない。あ、僕もポッケンやったんですけど、 あんま面白くないですね。ラミちゃんいるよ、ええけど。バーニーさん、え、バーニーさんフレンドになってないよね。ちょっとフレンド送っていただいてもいいですかね。ちょっとごめんなさい、一回ちょっとトイレ行ってきますね。ポケモンバトルしないですよ、基本的には。基本的の大会しかしないですね。ちょっと待ってください、一回失礼しますね。はい、すいません、皆さんお待たせしました。バーニーさん ID 送ってもらいます、よかったら。あ、送ってもらった、まだ。うんこじゃねえよ、だから。うんこでこんな早く帰ってこれねえよ。階級がにぎやかだし、にぎやかだな。しかしそうですね、下痢じゃねえし、下痢じゃねえし。今回許しますが普通の時に送らないでくださいね。普通の時ですか。何のやつですか。バーニーさん今送れます、僕に。できたら、螺旋螺旋合剣合剣滅剣画廊合剣。あ、了解です。今画面ちょっと青くなりますね、すいません。了解、バーニーさんありがとう。これバーニーさんでしょ。ありがとうございます。はい、じゃあ今招待しますね。ちょっと変な人誘わないように今度気をつける。さっきのさ、謎の人誰だったんだろう、あれ。あえてフレンド送ってみようかな。じゃあ今、今バーニーさん招待したんで、バーニーさん何なんですか。了解了解了解。ラビットさんすいません、いつものくせが。ラビットさんトイレの時のみをお許しを。あ、そういうことですか。今回許します。いや、全然いいですよ。てか、むしろ全然送ってきてください。はい、僕が許可します。トイレの時だけです。すいません。いや、全然大丈夫ですよ。みんな送ってるんで。あ、OK! ガロー、バーニーさんガロー、頑張ったじゃん。はい、じゃあ、1,2,3,4,5,6,7,8。はい、8人揃ったんでね、はい、また大会の方始めていきたいと思います。今度こそ正式なぴょんぴょこ杯になるんで、はい、皆さん優勝を、ね、目指して頑張ってください。はい、じゃあ、お前らね、心と体の準備ね、大丈夫。やった、ガロが2人。一回戦、その2人で当たるといいね。でも、抽選はランダムなんでね、みんな、くじの引き直しなしなんで。はい、で、さっきみたいに僕みたいに勝也とか選んじゃってもね、やり直し聞かないんで。はい、では1回戦第1試合、はい、僕対勝さんで、2試合目ホルモンさん対バーニーさん、やったじゃん。やったじゃん。でミモちゃん対ガニさんで、やグッちゃん対、はい、でチェロさんですね。頑張ってください。はい、結構均等に振り分けたんだね。で僕どうしたらいいかな。待って、勝さんが何番だ。メッケンか、メッケンか、微妙なところだな。じゃあ僕ランダムでいきます。体の準備はちょっと、山口さんとね、そうですね、はい、1試合目、はい、お願いします。第2戦どちらが猛攻になるのか、猛攻の切符は、ちょっと待って、ごめん、全然メインでいいですよ。はい、勝さん、僕ちょっとこれでいこうか。いや、来てくれ、1回戦敗退だ。2連続優勝いこう。来てくれ、引き込み。あ、まあ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 、悪くはない悪くはない。
当たりでもないけど外れでもないわ。そうだね、マスターレームとかなるより全然いいわ。あ、こちらこそお手柔らかにお願いします。はい、え、結構いい勝負になると思います。シャヒーンは無印の時ちょっと使ってたんだよね。はい、多分ガニちゃんか、やばいぞいや、これ負けたくん、負けちゃダメだよ、主催者負けちゃダメだよ。これシャヒーン、シャヒーンか、これからの、これで、あ、じゃあ新しいコブこれいけんのか。壁際どうすんだっけ、これでこれか、あ、山田さとしさん、はい、いらっしゃいませ。今日もあの、ポケモン、ごめんなさい、なんでもないです。お、かっこいい、なにこの花。やばい、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。主催者しっかりしよう。首の子が一番ローリー勝てやばいぞ。クンペコハイラー勝てな。いやー、待って、もう一回戦えないもう一回戦えないランダムダメだな、勝てねえ。ってことで、カツさんおめでとうございます。はい、前回優勝候補のこちら主催者を倒していくスタイル、あにゃにゃ、お疲れシャヒー無理だった、ちょっと使物すぎた、さすがにダメだったな。はい、でこちらまさかの画廊対決、そしてなんと皆さん、この男が来ましたよ。この、最後カットバック前代ヒット。すいません。おめでとうございます。すいません。はい。優勝候補、くっちたんだけど、ここで。はい、こちら、どちらが猛虎になるのか、ガロー対決。そして、この下の ID、皆さんもご存知。はい。コメント欄といえばこの男。バーリーレッソン。フランス人なんでしょうかね。フランスからやってきた資格。こちら、伝説の一戦ですね。あ、波動さんいたの？あ、モデレーター到着しました。ありがとうございます。はい。とりあえずこれで治安的には大丈夫かな。そうだね。いや、今日なんかすごいトーナメント久しぶりな気がする。こちら第一戦、バーリーさん何使うのキャラ？え？バーリーさんシャオ使いなの？え？本当？え、信じらんないんだけど、マジで？バーリーさんマジでシャオなの？あと、ホルモンさん。あれ、ホルモンさん、レオだったっけ？あ、そう、レオだ、ホルモンさん。こちら、バーリーさんのシャオ、どんなチャオなのか。いきなり投げとかしてくんのかな？レオだ。あ、かっこいい。こちら、お医者様でしょうかね。かっこいい。ただの、なんかさ、もう、趣味が露骨に出てない？なんか、君。いやーね、ほんとだよ。いやー、どうする？バーリーさんの？あ、いきなり投げる。ジャブ。お、当ててくる。こちらどちらが猛虎になるか。ナワロ？いや、来るなとばかりの。肘筋系カウンターで当たってしまい、これ壁に持ってって、なんかうまく合わず、フラヒ？消失？下？いや、まだバーリーさんも、あ、いいね。応用が効いてるぞ。いや、まだあるよ。お医者様を？
発動シャワーズ、私のことはもうモデレーターじゃないのか。あ、ラビットさんすいません、ごめんなさい、間違えた。トナメは恐怖症ですからの横に逃げてたのワンツー、この秋葉原コスのパンツがちょこちょこ見えてるぞ。だがこんなの見せパン、男ども騙されるな。だが中断バーリーシャワーのシャオは頬を使わない型のシャオですね。いやー、だがこれバーリーさん、あとないよ本当に。踏みつけられて女の子を踏みつけていく、ラミちゃんが傷ついた先生を待って、ごめんなさいラミットさん、すいません、波動さんらしくない。あとがないのがバーリーさんだが中断中中ジョンさん、ひでえな、ごめんマジでごめんなさい、すいません、それは僕が悪かった。だが後がないのバーリーさんも一緒、後がない実況者隊、後がない、いやーこれ追い詰められてひよってあれもうあのシャオ越しにひよってたのが伝わってきた。いやもう一生人仲、ま、どうしたのラビットさん、今自分を変えるために試行錯誤してる最中なんでひどく弱いです。あ、そうなんだ、なんかいろいろあったみたいだね。はい、で今回ミモちゃん、団員的には僕の次はミモちゃんが多分優勝候補ってことなんだかな。波動さん強くなって帰ってくるのか、波動さん進化するみたいです。まあ、あの気を取りのホルモンさんズルしたのこれ。最低の男がいるぞ。言い訳をしていくスタイル。そんなバーリーさんほっといて1試合目、1回戦の第3試合、ミモちゃん対ガニさん、これファラン対決になるんじゃない。そうだね、ファラン対決は見たいですね。ってことで、あ、で、ガニさんはローも使えるのか。波動さんは手になって戻ってきます。人様コスは、アリマ意識してます。あ、アリマ？え、誰ですか、アリマ。友達ですか？いや、ごめんなさい。アリマスタイルからの、ミモちゃんって、あの仮面ライダーファラン対？ミモちゃん間違えないでね。エリザとか選ばないでね。いや、さっき僕マジでカズヤミスっちゃったな。てか、一回戦負けたんだけど、本当に。あ、ガニさんはローで行きますね。ロー落ちたね、団員。ロー落ちたね。皆さん覚えてるでしょうか、この仮面ライダーファラン隊。ガニさんのローどんな感じだったっけ。何そんなことしてないですよ。いや、あれ、ホルモンさんは、あれ、ちゃんと勝った。もう。皆さん、覚えて、あ、仮面ライダーじゃない、ヘルメットつけてない勝つ、なんだこれ、なんかやばそうなローが出てきたぞ。なんか急に老けたね。あ、なにサイコブレイク型だが、いやー仮面ライダーファラン、今日はメットをつけてない。みんなあれは原付きなんですよ実は。いやーからのスネークっすね。いや前蹴り、エアファング、かかと、ワンツースリーと、いやーワイスネークだ、ワンツー、いや、さばいてく、このガニさんね、ガニさん普通に強いよ。なんで猛虎にいるのか分かんないの、ほら、コンボもうまいし、普通に。壁に押し、横に逃げてる。あ、それ使うんだ、ミモちゃん。そうか、5発かな。いや、これ、終わるかな、終わるでしょう。いやー、さすがガニさん。1ラウンド取ってく、この、ヒョウ柄の悪そうな、下を削り、カットロー。上段まで派生させ、上手。いや、ちょっと、今なんで当たったんだというようなばかりの戸惑いから、いや、ミモちゃんは逃したくないところ、スライディングガードし、あ、それで拾えるんだ。なるほどね。いや、中段で壁橋取ってく、いちいち、いい勝負してんね。いや、緑のハチマキが、いや、ワン、ツー、スリーで開幕、ハイキック、スラッシュ、開幕。いや、いろいろ仕込みつつの、あ、荷物出してく。そうだね、それ生で出すのありだよね、全然。かな、1、2、3、1、いや、右アッパー、リズムよく倒してく。いや、中段に外さ、うまいね、上手だわ。そう、立ち途中 LK からの、なんだっけ、チャージドラゴン。ワン、ツー、スリー。いや、でも逃さないとばっかりの。ね、ファランってやっぱ人によってすごい特色出ますよね。なんか、その一つの癖だったりとかもそうだし、僕も結構癖強いんですけど、いやでもワンコンボで持ってきたい、ガニたい、決め切りたい、ミモちゃん中段に派生させファランスネークコスに、いいですね。でも僕は赤いのでいいや、今のまで。なん中段、いや、セムケンして、
うん、びっくりしちゃった？びっくりヒット？こっちもびっくりヒット？スラッシュで押し？パワクラ？一応確かね、これ L プラ変えるんですよ。今の。いやー、幻惑してく？幻惑してくスネーク？スマブラでは地味だったが、このゲームでは2キャラなの？いや、バックブロックは中断？いや、嫌がってく。で、プラス取るが、さばくね。積極的にさばき狙ってますね。いや、これ強いよね。この、バーストヒールでしょ。いや、右アッパーで決めた。右アッパーいいね。ご発、そんなことが勝てばいいんだとばかりのこの表情。まさせたな。ってことで、ベスト4出たのか。あれ、僕どこにいんの？あ、で、1回戦最後の試合ですね。ぐっちゃん対チェロさん。あ、これ結構いい試合なんじゃない？また、ダインも近いでしょ。やった。いや、素晴らしい。裁き感サマーがね。あ、やっぱそうだったんだ。なんか、そんな感じしてた、でも。ぐっちゃん対チェロさん。今回、初参加。でも、前回参加したから、初参加にはなんないか。俺の出番はなんか、あ、終わったよ、あなた。さっき負けた相手。あ、そっか。これさっきの1回戦もぐっちゃん対チェロさんだったんで、ぐっちゃんからしたらリベンジマッチ、チェロさんからしたら、なんていうの？ 2 連勝マッチ。お互いの癖も多少分かったところじゃないのかで、またぐっちゃんが どれほど調整してくるか。またね、青ライは、やはりこの間のプレーまだ警戒心が上がってしまったのが痛い。あ、本当ですか？よろしくお願いします。あ、こちらこそ、はい、二人とも、はい。いい試合期待してますよ。僕、もう終わったんで。僕も、もう終わったんで実況に適します。はい。お二人とも頑張ってください。今来た。はい、了解です。さあ、こちらね、先ほどはチェロさんレオが勝ったが、この、見てください、この目つき。今度こそやっとるぞ、この野郎って顔してますね。いや、頑張ってね、二人とも。はい。いや、でもね、チェロさんのね、あれですか、チェロさんってどんぐらい行ってんだろう、最高だよね。多分もっと行ってそうだよね。あ、出ました、ガリベンファラン隊。あ、何、どうしたの、火山ステージで水中メカね。何を考えてるんだこのコスチューム。いや、開幕青雷、開幕青雷結構いいよね。僕も結構やるし。右やっぱ、いや、123ガニちゃんのローにフルボッコされたからな。いや、中段に発生させ、右やっぱ、いや、半月今夜は月が綺麗だが、今日は三日月みたいだが、いやースイープ、いや買っとろ、どうすんの、ウサギがブルンブルン震えてる。いや、ああ、それでコンボ行くんだ。あ、ありがとうございます、知らなかった。ラクタルさん、コンボありがとうございます。あ、俺次カズさんか、ガタガタ、僕を倒したカズさん、ワンツー、いやー、肘金系なの、中段で押していくが、追い突き、右アッパー、どちらもスカルが、この距離が難しいですよね、このゲーム。多分。前蹴りで押していく。前蹴りって、ウサギがブルンブルン。あ、ほら、ウサギブルンブルンしてるよ、もう。ほら、こっち向いて、今こっち向きましたよ。あ、素晴らしい。からの、エルプラ確定。エルプラ、これを、多分最後のエルプラが補正切れるのかな、これ、多分。あとがないのが、あ、リベンジマッチなるか、ぐっちゃん。かつ、チェロさんとしては、あとがないところだが、前蹴りをして。やはり、水中メガネが邪魔か、前が見えなさそうだ。いや、そんなことはないとばかりの右アッパーを入れて、そして、最大コンボ決めてく。このヘリですよ、皆さん。あれでしょ、小学校の時に教わるのがあれでしょ、友達と仲良くしよう、勉強頑張る。あと、レオの肘筋系見たら逃げろでしょ。わかりましたか？あ、そんなことはない？中段からの？これが確かダブルクレームか。いやー、どうなんの？チェロさんとしたら決めたい。青ライで決めようとしてるのか？これは。だが、まだ0時状態？ 0 時圧使ってない？ウサギも、ウサギ圧！ブルンブルンの言い方が。からの、1ラウンド取ったのはチェロさんの、だがどうなる？足元失礼して。いやー、相打ちだが拾えず、左アッパーで止めに行く。来ないでくださいとばかりの肘筋系から右アッパーに狙っていく。置いてきますね。足元失礼して、どんどん押していくが、ここは無、あ、なんか僕みたいなエルプラの話し方をし、カットロだが決め切りたい。
リベンジマッチ成功しましたね。素晴らしいです。はい、チェロさんも強かったです。チェロさんも強かったですけど、このガリベンファランのあれですね、策略に負けましたね。いや、はい、ありがとうございました。いい試合でした。ということで、ベスト4出揃いましたね。はい。カツさん対ホルモン。ホルモンさん、頑張ってね。ホルモン、画廊が優勝とかめっちゃ熱いからね、展開としては。頑張ってね。そう。もちろん、カツさんも頑張ってください。一応、僕を倒してるんで、はい。どっちが勝っても、面白い決勝予選になるのではないでしょうか。ごめん、ちょっとカミカミになってきた。すいません。ちょっと一回お茶休憩します。実況者お茶休憩します。すいません。頑張ってね、二人とも。画廊対、ガロー対、メッケンですね。全然いいですよ。はい。キャラはお任せします。リベンジありがとうございました。いや、素晴らしかったです。はい。多分あれです。明日ぐらいに赤段いけてますよ。お手上げでした。乾杯です。いや、強かったですね。そう、ぐっちゃん強いんですよね、普通に。で、こちら、ホルモンさん。皆さん、また違ったレオが見えますよ。こちらね、ホルモンさんのレオ対、カツさんのファランかな。そうだね。僕の、全員一あるんじゃないかと噂されてるかもしれないシャヒンを倒した、こちらカツさんのファラン対、こちら永遠の美少年、レオ使いの、あ、それベジータ、あ、違うか。いや、これジェントルマン、どういうの、青ライン、右アッパー、後ろに背負ってるのは何なんだ、下を削るがトゥースマンが角腕で返すからの中段で、いやー、この動き強いよね、本当にからの最大コンボを決めていき、下パワークラワンツー、いや、これは決まっ、あ、上手、決まっていき、いやー、これガロードのレオとしてはここで見せたいところだが、今多分青ライが不発になりましたね。中段、いや、中段、青ライサボコス、あ、サボか、うん、サボか、これかわいい、ワンピースの、いやー、ここで負けたらルフィに顔向けできないが、この辺はさすがサボ、メラメラの実は俺のものだと、この対決で勝ったらもらえるよ、多分メラメラ、いや、ほら、うん、さすがエースの敵よ、いや、ワンツーワンツー、だがジェントルマン、いや、カクタスで下を失礼して、これがね、これめっちゃ決まるか、いや、決まらない、まだフラヒサボ君、サボ君、革命軍曹大将、冒険12段は強いですよ、いや、あ、横に逃げ、いいね、いいよ、からのファランとしても素晴らしい青ライが入り、素晴らしいね、いい置きでしたね、中距離感、最後が入らないが、だが置いてく、いや、でもこっちも、いや、動いてしまったか、しゃがんでしまったかのどっちかなんでしょう、いや、これで、あ、後ろ、あ、終わった、サボほら、サボってるからだよ、サボくん、サボってるからだよ、ってことで、はい、決勝進んだのは僕を倒した、こちらファランが決勝進むっていうのもね、このゲームジャンプオールスターじゃない、いや、かもしんないぞ、お互い、あ、サボが無念の敗退ということで、で、次、ミモちゃん対サルカクベビーズ、頑張ってくださいね、こちらファラン対ファラン、あ、ファラン対決じゃん、しかも第2もラセツ対冒険か、 OKOKOK、 でもファラン対決みたいです、2人ともファランでお願いします、できればチェロさん、正直レオも対策わからないんでかなりぶっ放しました、あ、そんなでいいと思いますよ、なんかなんだかんだいいね、このミモちゃん対グッちゃん、はい、あは、つんえカズさん、ありがとうございます、カズさん強いよね、そう、僕のシャヒンを倒したんですよ、なんつったって、はい、じゃあ2人ともご準備の方お願いいたします、こっちはファラン対決ということでね、はい、二人ともなかなか、あれじゃない？親しみのあるファランなんじゃないですか？この、うさぎを背負ったガリベンファラン対。多分、あのうさぎがないとあのファラン多分夜寝れない感じですよ。多分。ファラン対決熱いですね。かつ仮面ライダーファラン？いや、今回スネークファランなのか？マジですか？素晴らしい。左がミモちゃんのファランで、右が、ぐっちゃんのファランですね。はい、お願いします。
でまたね、あれぐっちゃんのファランは結構アオライタイプなファランなイメージしますね。かつあのミモちゃんのファランはもちろんアオライは使わないことないけど、基本的に連携重視で全然まだまだ見切られてるなって思ってました。あ、こちらなんだなんだなんだ、顔がおかしかったぞ。出ました、ガリベンウサちゃん。いやー、開幕捨てない、ちょっとちゃんと実況してこう。お、素晴らしい。だが威力が固めてく、固めてく、横に逃げてシャカパンで嫌がりからの壁に追い込んでるミモちゃんの方だが、ネットを脱ぎ捨て、いやー、だが右アッパーで、あれね、ぐっちゃんのね、あのね、右アッパーの打ちどころ上手ですね。あ、お、誰だ、これはこのファランうまいぞ。な、誰のファランなんだ、アズラス、スピードキック、いや違う、この男ミモファランだから押してく、ワンツーで、これで壁に、壁には嫌われ気味になるがね、このステージさ、壁にさめっちゃ嫌われない、ステルスで、あ、これはボルカノンでスクリュー行ってセットアップ、ハンティングが最後入、これハンティング入ってたら倒したかな、でリーチをかけたらミモちゃんのファランです。はい、人はミモさん、ジャギー、あ、ジャギーか、これジャギーかな、ジャギーですね。なんか僕全然気づかないな、そういうの。なんかいやでもこれローリングライトが入り、お、ローハイ疲労が壁に届かず、まだ押してく、嫌がる、嫌がる、サルガルクベイビーズ、ウサギが、男は背中で語るもんだ。え、どういうこと右アッパーだが逃げてく、いやまだ、いやあれ完全にミモちゃんあれだったね、流れ来てたね完全に。ということで、あれジャギコースにしたか、ちょ、うえ、な、え、なんかちょっとグロい、怖いんだけど。ってことでね、はい、決勝もファラン対決になりました。なんだこれ、ファランオフか、これは。うお、手や。どうしたんですか。レッドさん、こんばんは。あ、こんばんは、レッドさん。あ、レッドさん、いらしてたんですかって、失礼か。すいません。ありがとうございます。はい、待ってましたよ。はい。あ、芝さん、はい、こんばんはです。大会2回目です、これで。顔も結構再現できてるっぽい。あ、そうなんですか。グロい、グロいっすよね。で、決勝、ファラン対決ですね。アップの顔にビビりました。そうですね、ちびった方のも多いのではないのでしょうか。はい、ウォーズマン、あ、なんかウォーズマンっぽかったね。そうですね、じゃあ決勝ですね。はい、お二人とも頑張ってください。え、どっちが優勝しても初優勝だよね多分。みもちゃん優勝したことあったっけ。てかどうしよう、今日あれ主が優勝しちゃいましたね。てかなんか大会だけ1時間半ぐらいやってんだけども。あれ2回やったらそうなるか。でも確かに、でもあれだね、これであれ優勝が決まりますね。お互い頑張ってくださいね。はい、こちらラセツのファラン対メッケンのファランか。あ、結構ラインも近いんじゃない。ちびったからムーニーマン変えないと。はい、頑張ってください。今コンビニぐらいしか空いてないじゃないですか今の時間。まあじゃあ左がカツさんのファランで、右がミモちゃんのファランですね。またね、2人のカスタマイズとにも注目ですね。結構声かわいいですね。え、僕、いや、そんなことないよ。じゃあお二人とも頑張ってください。2回開催してくれた主に感謝。いや、とんでもないです。あ、出ました、仮面ライダーファラン。こちら下はショッカーなのか、対するはアオレイが横に刺さり気味になり、これは壁に運べず、だが壁に追い込んだのは、さあ、あのね、ファランの足上げ中にね、ローリングライト刺さっちゃいますよね。いや、これはアオライがミスったのか、右掛けが不運に顔に当たり、ネットが取れてしまいそう。あ、お疲れっす、我慢汁です、我慢汁さん。はい、じゃあ、勝ったろ。いや、げんこつこんにゃらとばかりに、いや、アオライは出ないが、うわ、ちょっと安いか。だが壁を割り、ローハイ最後入らず、ピョンジャンプかの、ジャブジャブ、アオライローリング、ローリングライトし、ローハイだからステルスで逃げ、あ、今止めたね完全に。げんこつこんにゃろパンチ、ナイスとかカスタマイズする。そうですね、素晴らしいです。これファラン対決ですよ一応。じゃあのプッシング押してく、いやー、いやー、ジャブジャブ、あ、アオライ、そう、このね、横移動からのね、そのシャープクレームアウト、アオライの2択強いですよね。連携使わないわ、対策できないわで、タイプが違うときついね。ですよね。からの、いやー、横に逃げ。まだ、ミモちゃんとしては、どっちが優勝しても、初優勝なこの試合。あ、リーチをかけたのミモちゃんの方。はい。頑張って、どっちも。どっちも頑張って。
いやこれはどうなんの。いやお互い吹っ飛び合う映画のワンシーンのようだ。だからワンツー、あ両パン通して、これね60ぐらいダメージあるんですよ。60もないかさすがに、55とかだっけ。いやだからこれはしゃがんでたか、前蹴りで押され最後決めに行くぞとばかりの、これベジータに言えんだけど、このファラン。いやー俺は戦闘力500万だとばかりのアピール。最終ラウンド、いやースイープ勝ってろ、前蹴りボルカ一発、そうこれ最後、あっミモちゃんとしては後がないが、プラス取っていき、いやジャブジャブで、どうなの、まだどっちもまだ、いやーこれは、あっ壁追い込んでということで、はい、おめでとうございます。はい、みもちゃん、座られちゃったね。うん、声高くて。いやいやいや、全然、ホニャロパンチ、新しいライダーの必殺技。そうだね。今日も癒されへん気がして。いや、とんでもないです。はい。いや、でも、はい、ってことで、はい、カツさん優勝ですね。はい、おめでとうございます。いや、僕があそこでシャヒンで止めてれば、さすがベジータ、さすがベジータですね。やっぱ人間じゃサイヤ人には勝てないですね。みおさんありがとうございます。いや、はい。こちらこそまたぜひご参加ください。あ、でも今日僕も優勝できたけど、ぴょんぴょこ杯はないのか。てか、アプリ落ち杯ってなんだよ、マジで。マジで意味わかんない、アプリ落ち杯とか。え、ね、主どこ?あ、いたわ。これベジータ意識してます。ですよね。あ、お疲れ様でした。はい。おめでとうございます。はい。順位はこのようになりましたね。はい。いやー、ダメだったな。なんか、あれ、ぴょんぴょこ杯優勝できないんだけど、本当に。誰かさ、優勝の仕方教えてくんね。はい、じゃあ、これでトーナメントを解散しますね。はい。今日ご参加いただいた方、ありがとうございました。はい。毎日、鉄拳の話はやってるんでね、よかったらまた見に来てください。はい。で、面白かったら、高評価とかよかったらお願いいたします。最近なんか低評価とかつけられてちょっと困ってる部分あるんで、はい。随分お願いいたします。じゃあ、今日も配信、まあ、ちょうど12時だしね、終わりにしたいと思います。明日8時9時頃やろうと思うんで、よかったらまた皆さん見に来てください。はい、じゃあお疲れ様です。はい、じゃあ失礼します。おやすみなさい。ちょっとラグが、キスがてかあれだよね、これ本人の方見てたら申し訳ないよね。ちょっとすいません。はい、ちょっと、あこっちら今大会のダークホース友和さから倒していくのは、はい、てかさ、なんか僕が間違えて招待しちゃってこんなこと言うのあれだよね。ってことで、はい、友和さん、はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございますよね。はい、いや素晴らしい試合でした。はい、その招待一体何なんだ、面白すぎる。てかちょっと待って、このファランコスめっちゃかっこいいよね。はい、で1回戦第3試合はガニさん対ルカさんですね。こちらこのアイポンがルカさんの方ですね。で、ガニさんはどこまで段位上げたの？あ、合計か。はい、あれだね、でも。よろしくお願いします。で、ホルモンさんごめんなさい。え？僕さ、ホルモンさん招待したけど、あれ、間違えて、って謎の人。松森さんメタギアのスネークですか。あ、いいですね、スネーク。かっこいいですよね。僕もスマブラで使ってましたよ。ダイマ前のまま。了解。ガニさんの合計はさ。ルカさん気をつけてください。ガニさんの合計、プラス6段ぐらいで見といた方がいいです。間違いなく。で、ガニさんといえば、ロー使いのイメージだが、ファランも使えるという。からの、ルカさんはシャオで来たと。なるほど。ホルモンさん、そうです。わかりました。いや、本当よ。見てればわかる。いや、あれ、ガニさんは絶対違う。しかも、ガニさんのファランがまたどう火を吹いていくか。ルカさんのシャオは一回見たことあるな。結構女性キャラ、あ、かっこいい。グラさん前が見えるの？ジャングルに似合わない。こちら2キャラだ。開幕捨てしてたね。からの、壁に運んで、いや、コンボが安定してる。使い慣れてますね、完全に。からの、後ろのバズーカが、背中のバズーカがいつ火を吹くか、ね、バズーカ背負ってる人多くない？流行ってんの？からの、後がないが、いやー、これ今ね、背抜けからのね、投げが確か判別できないんですよ。いや、1ラウンド取ったのは、いやー、動く、ちょっと様子を見ながらという感じが、お、素晴らしい。あ、だからコンボが入らないが、ちょっと重いかな。いや、カウンター入り、これで火力重視、
いや、ピョンと跳ね、もう一回ピョンと跳ねる。だがこれはスネーク、あ、そう、これなんですよね。このね、ファランはもう体力1ミリまで諦めちゃうんですね。ローハイからミドルバックブローで決めていく1-1。いや、でもこれ分かんないよ、どうなるかね。またね、今回優勝候補のね、はい、ルカさん、どうなの。いや、ワンツー、これで、いや、カウンターで、はい、今内臓大丈夫そうですかね。ありがとうございます。はい。ダイブしてる。やばい、マジか。どうかな、今。やばいね。15分経って、まだノイズが改善されないな。すいません、明日スプレー買ってくるんで、はい。いっぱいスプレーかけちゃうんで、はい、僕。全部使ってやろうかな。ロボットボイス。すいません、はい。今大丈夫そうかな。うまい。ちょっといってちゃう。いやー、なるほどね。なるほど。あ、ガニさん。ガニさん。ガニさん行けます。ガニさん行けます。どうですか。トランシーバーみたい。了解。あ、やべえ、ちょっと危ない。これだよね。あ、やべえ、ちょっと。最近はめったに温泉トラブルないんですが、スプレーは気休めかもしれませんが、ため使っちゃう。了解です、はい。ありがとうございます。あれね、アゼラスさんのね、ファランがね、結構ね、左ジャブジャブで牽制してたんですよ。だから、いや、うまいな。今、布団の中ですが、行きましょう。あ、本当ですか？了解です、ガニさん。やりましょう。ってことは、はい、ぴょんぴょんくんは久しぶりに開催しますんで、はい。いや、これ、うますぎんだが、これの当て方が。ちょっと。これは抜けれないな。OKOKOK。じゃあやりましょう。もういいよね、やっちゃって。うん、大丈夫ですか。了解です。はい。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ一人ずつ、じゃあ大会やってきます。はい、すいません。今日シングルで大丈夫ですかね。シングルでやりたいと思うんで、はい。ぜひお願いいたします。ちょっと待って。じゃあ、アプリ落ち。アプリ落ち杯行ってきたいと思います。はい、第1回目アプリ落ち杯ですね。はい、こちら果たしてどうなるのか。はい、アプリが落ちてしまうのか。再開したね。そうだね。あ、了解です。え、バーニーさん、大丈夫今日。今日大丈夫ですか？一応ね、もう、あれ、メンツは揃っちゃったんですけど、じゃあ今日シングルでやっていきたいと思いますんで、はい、一発勝負。絶対さ、あの人勝ち進んでた、みんな応援してたでしょ。なんでなんすかね、わかんない。いや、すいません、なんか今日いろいろノイズといい、アプリ落ちといい、あと謎の男といい、ごめんなさい、すいません、なんかいろいろある日ですね。はい、すいません、失礼しました。はい、こちらルカさんはもうガチですね。こちら可愛らしい黒エタイ、今回大会ダークホースといっても、謎の男ガニさんを1回戦で倒すという、こちらの、あ、ガニさんじゃねえや、山口さんを倒すという、はい。チェロさんの例をですね、もう50人以上見てるよ。下手なことできないよ。はい。こちら黒髪対決。どちらが黒髪界として、そんなことがいい。お互い動いてく、ミリメインみたいですね、ともかく。あ、そうなんですか。え、お尻ですか？後ろ向いてく。いや、これが減るんだな、これが。ダンシングスタイル。今日も。いや、追い込まれてるが。ここからが強いんですよね、ルカさん、本当に。パークラで押してく。お、これ、かかんなんですかね。どうなんだろう。ラッキーだが、アンラッキーに拾われて。いや、この、いや、でも分かんないよ。押してく。あ、背面取って、気質で、中断。お、これあるよ。マジであるよ、これ。ちょっと嫁おこなんで落ちた。あ、大丈夫ですよ。はい。ありがとうございます。全然。いや、むしろ参加いただいてありがとうございます。本当に。はい。ガーノ、今度は引っかかんないと。あ、肘筋系で拾ったのかな、今。空中拾いの美味しい形になり。
アンラッキーなのはルカさんの方だったが、だがここからラッキーを、いや、下、下、足元失礼。いや、こちらも、こちらも後ろ失礼。二択は通らないが、どうなるか、ちゅ、あ、素晴らしい。今、すごい暴れ方だったね。このね、この私に近づくなとばかりの、素晴らしい。どっちが、うわー、これ、いい声で泣き、いい声で泣きますね。足を見てます。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい。いや、からの、あ、ルカさんはちょっと後がないが、どうなる、黒への講談者として見せてほしいところだが、あ、さすが、カウンターで入り、足元失礼し、このリズム感、あの、壁に追い込んで6割持っていく。で、下を削って、狙っていく。あ、すげえ。この、一応ね、あ、昇天していく。だがまだ戻ってくる。ミモさんに、どうしよう。ミモちゃん？ん？たまにはお願い聞いて、もう一回しよう。ちょっと待って、あれ。ちょっとじゃあ、じゃあ分かった。主催者が優勝できなかった、もう一回やろう。からの、押してく。ワン、ツー、下、踊ってく。リュカさんとして後がないが、あ、今、スカシ確定に、気味に膝を入れ。おぉ、すげえ、続けたいな、二人とも。はい。いや、でもね、チェロさんのね、あれですか、チェロさんってどんぐらい行ってんだろう、最高だね。多分もっと行ってそうだよね。あ、出ました、ガリベンホラン隊。あ、何、どうしたの、火山ステージで水中メカね。何を考えてるんだ、このコスチューム。いや、開幕は俺。開幕は俺結構いいよね。僕も結構やるし。右アッパー、いや、1、2、3、ガニちゃんのローにフルボッコされたからな。いや、中段に発生させ、右アッパー、いや、半月、半月、今夜は月が綺麗だが、今日は三日月みたいだが、いやースイープ、いやカットロー、どうすんの、ウサギがブルンブルン震えてる。いや、あ、あ、それでコンボ行くんだ。あ、ありがとうございます、知らなかった。ラクタロさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、俺次カズさんか、ガタガタ、僕を倒したカズさん、ワンツー、いやー、肘近景、あの中段で押していくが、追い突き、右アッパー、どちらもスカルが、この距離が難しいですよね、このゲーム多分。前蹴りで押してく。前蹴りって、ウサギがブルンブルン、あ、ほらウサギブルンブルンってるよ、もうほらほら、こっち向いて、今こっち向きましたよ。あ、素晴らしい。からの L プラ確定。 L プラ、これを多分最後の L プラが補正切れるのかな、これ多分。あとがないのが、あ、リベンジマッチなるか、ぐっちゃん。かつ、チェロさんとしては後がないところだが、前蹴りをして。やはり水中メガネが邪魔か、前が見えなさそうだ。いや、そんなことはないとばかりの右アッパーを入れて、そして、最大コンボ決めてく。このヘリですよ、皆さん。あれでしょ、あの、小学校の時に教わるのがあれでしょ、あの、友達と仲良くしよう、勉強頑張る、あと、レオの肘筋系見たら逃げろでしょ。わかりましたか、あ、そんなことはない。中断。からの、これが確かダブルクレームか。いやー、どうなんの、チェロさんとしては決めたい、青ライで決めようとしてるのか、これは。だがまだまだレイジ状態、レイジ圧使ってない。ウサギもウサギ圧、ブルンブルンの言い方が。からの、1ラウンド取ったのはチェロさんの方だが、どうなる、足元失礼して、いやー、相打ちだが拾えず、左アッパーで止めに行く。来ないでくださいとばかりの肘近景から、右アッパーに狙ってく、置いてきますね。足元失礼して、どんどん押してくが、ここは無、お、なんか僕みたいなエルプラの話し方をし、カットロー、だが決め切りたい。リベンジマッチ成功しましたね、素晴らしいです。はい、チェロさんも強かったです、チロさんも強かったですけど、このガリベンチョンさん、ひでえな、ごめんごめん、マジでごめんなさい、すいません、それは僕が悪かった。だが後がないの、バーリーさんも一緒、後がない、実況者隊、後がない、いやー、これ追いつかれ、ひよっひよっ、あれもう、あのシャオ越しにひよってたのが伝わってきた。もう一生人仲、ま、どうしたの、ラビットさん。
今自分を変えるために試行錯誤してる最中なんでひどく弱いです。あ、そうなんだ。なんかいろいろあったみたいだね。はい、で今回みもちゃん、段位的には僕の次はみもちゃんが多分優勝候補ってことなんだかな。波動さん強くなって帰ってくる、なんか波動さん進化するみたいです。まあ、気を取りのホルモンさんズルしたわ、これ。最低の男がいるぞ。言い訳をしていくスタイル。そんなパーリーさんほっといて、1試合目、え ?1 回戦の第3試合。ミモちゃん対ガニさん、これファラン対決になるんじゃない？そうだね、ファラン対決は見たいですね。ってことで、あ、で、ガニさんはローも使えるのか。波動さんは定になって戻ってきます。人様コスはアリマ意識してます。あ、アリマ？え、誰ですか、アリマ？友達ですか？いや、ごめんなさい。アリマスタイルからの、ミモちゃん対、あの仮面ライダーファラン対？ミモちゃん間違えないでね。エリザとか選ばないでね。いや、さっき僕マジでカズヤミスっちゃったな。てか、一回戦負けたんだけど、本当に。あ、ガニさんはローでいきますね。ロー落ちたね、ダイン。ロー落ちたね。皆さん覚えてるでしょうか、この仮面ライダーファラン対ガニさんのローどんな感じだったっけ。何そんなことしてないですよ。いや、あれ、ホルモンさんは、あれ、ちゃんと勝った。もう。皆さん、覚えて、あ、仮面ライダーじゃない、ヘルメットつけてない、勝つ、なんだこれ、なんかやばそうなローが出てきたぞ。なんか、急に老けたね。あ、なに、サイコブレイク型だから、いやー、仮面ライダーファラン、今日はメットをつけてない。みんな、あれは原付きなんですよ、実は。いやー、からのスネークっすね。いや、前蹴り？エアファング？かかと？ワン、ツー、スリーと？いやー、うまい、スネークだ。ワン、ツー。いや、さばいてく、このガニさんね。ガニさん普通に強いよ。なんで猛虎にいんのかわかんないの。ほら、コンボもうまいし、普通に。壁に押し？横に逃げてる。あ、それ使うんだ、ミムちゃん。そうか、5発かな？いや、これ終わるかな？終わるでしょう。いやー、さすがガニさん。1ラウンド取ってく。このヒョウ柄の悪そうな下を削り、勝っとろ、上段まで派生させ、上手、え、いくよ、いくよ、ランダムで、え、じゃあ、間違えた、ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ね、これさ、ね、時間制限いらないんだから本当に、ちょっと待って、ね、ごめん、ね、三島使えない、本当に僕三島使えない、本当に、ね、みおちゃんごめん、これぴょんさんがキャラ選択するんです。あ、そうですけど、やべ、みもちゃん相手に勝つのは無理だわ、ちょっと。ミモちゃんも間違えたの？ゼロ勝5件とか、何このクソ試合。何このクソ試合。エリザになった。あ、ミモちゃんも間違えたの？あ、それか、ちょっと気使ってくれた感じ？ありがとうございます。はい。ナメプヤンケって。いいね、この、皆さん、2、3分ほど我慢ください。はい。ミモちゃんさ、コンボわかる？エリザ。ちょっとちゃんと勝ち上がろう。ちょっと負けた方がいいだから、で前も勝つようになったよね。なんで終わるの、ちょっと待って、ミオちゃん普通に使えんじゃん。いやー、ちょっと待って、ね、勝つようのレイジャーってどうやんだっけ。だからそれを言ったら出すのバレちゃうよね。レイジャーズ、これ、あ、オッケー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 、できた、できた。あー、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、これうりゃうりゃと歴史残る試合になった、歴史残りますこれ。タイムクッキン、ちょっと待ってミモちゃん、ちょっと待って、ミモちゃんあれだね、ちゃんとコンボできてるね。
オッケー、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 リーチをかけたの、カンピョンさんの、カズヤ。風神拳見せて、シャカパンするやつ。キエフとか決めたいんだけどな、ほんとは。ま、ひよっ、あれ、もう、シャオ越しにひよってたのが伝わってきた。じゃあもう、一生人、なんか、ま、どうしたの、ラビットさん。今自分を変えるために試行錯誤してる最中なんで、ひどく弱いです。あ、そうなんだ。なんかいろいろあったみたいだね。はい、で、今回、リモちゃん、ダイン的には僕の次はミモちゃんが多分優勝候補ってことなんだかな。波動さん強くなって帰ってくるのか。波動さん進化するみたいです。まあ、気を取りのホルモンさんズルしたのこれ。最低の男がいるぞ。言い訳をしていくスタイル。そんなパーリーさんほっといて1試合目、え ?1 回戦の第3試合。ミモちゃん対ガニさん、これファラン対決になるんじゃない。そうだね、ファラン対決は見たいですね。ってことで、あ、で、ガニさんはローンも使えるのか。波動さんは丁寧になって戻ってきます。人様コスはアリマ意識してます。あ、アリマ？え、誰ですか、アリマ？友達ですか？いや、ごめんなさい。アリマスタイルからの、ミモちゃん対、あの仮面ライダーファラン対？ミモちゃん間違えないでね。エリザとか選ばないでね。いや、さっき僕マジでカズヤミスっちゃったな。てか、一回戦負けたんだけど、本当に。あ、ガニさんはローで行きますね。ロー落ちたね、ダイン。ロー落ちたね。皆さん覚えてるでしょうか、この仮面ライダーファランタイ。ガニさんのローどんな感じだったっけ。何そんなことしてないですよ。いや、あれ、ホルモンさんは、あれ、ちゃんと勝った。もう。皆さん、覚えて、あ仮面ライダーじゃない、ヘルメットつけてない、勝つ。なんだこれ、なんかやばそうなローが出てきたぞ。なんか急に老けたね。あ、なにサイコブレイク型だが、いや仮面ライダーファラン今日はメットをつけてない。みんなあれは原付なんですよ実は。いやー、からのスネークっすね。いや、前蹴りエアファング、かかとワンツースリーと、いやー、うわ、スネークだ。ワンツー。いや、さばいてく、このガニさんね。ガニさん普通に強いよ。なんで猛虎にいんのか分かんないの。ほら、コンボもうまいし、普通に。壁に押し？横に逃げてる。あ、それ使うんだ、ミムちゃん。そうか、5発かな？いや、これ終わるかな？終わるでしょう。いやー、さすがガニさん。1ラウンド取ってく。この、ヒョウ柄の悪そうな、下を削り、勝っとろ？上段まで派生させ、上手。いや、ちょっと、今なんで当たったんだというようなばかりの、戸惑いから。いや、ミモちゃんは逃したくないところ、スライディングガードし、あ、それで拾えるんだ。なるほど。てか、あれだよね、これ、本人の方見てたら申し訳ないよね。ちょっとすいません、はい。あ、こちら、今大会のダークホース、友果の坂を倒していくのは、はい。てかさ、なんか僕が間違えて招待しちゃって、こんなこと言うの、あれだよね。ってことで、はい、ともかずさん、はい、ありがとうございます。はい。おめでとうございます。おめでとうございますよね。はい。いや、素晴らしい試合でした。はい。その招待一体何なんだ、面白すぎる。てか、ちょっと待って、このファランコスめっちゃかっこいいよね。はい、で、1回戦第3試合ではガニさん対ルカさんですね、こちら。このアイポンがルカさんの方ですね。で、ガニさんはどこまでダイン上げたの？あ、合拳か。はい。あれだね、でも。よろしくお願いします。で、ホルモンさんごめんなさい。え？僕さ、ホルモンさん招待したけど、あれ、間違えて、って謎の人。むつもりさん、メタギアのスネークですか？あ、いいですね、スネーク。かっこいいですよね。僕もスマブラで使ってましたよ。ダイマ前のまま。了解。ガニさんの合計はそう。ルカさん気をつけてください。ガニさんの合計、プラス6段ぐらいで見といた方がいいです。間違いなく。で、ガニさんといえば、ロー使いのイメージだが、ファランも使えるという。からの、ルカさんはシャオで来たと。なるほど。ホルモンさん、そうです。わかりました。いや、ほんとよ。見てればわかる。
いや、いや、お、いや、あれ、ガニさんは絶対違う。これはもうガニさんのファランがまたどう火を吹いていくか。ルカさんのシャオは一回見たことあるな。結構女性キャラ、あ、かっこいい。グラさん前が見えるの？ジャングルに似合うな。こちら2キャラだ。開幕捨て刺してたね。からの壁に運んで、いや、コンボが安定してる。使い慣れてますね、完全に。からの後ろのバズーカが、背中のバズーカがいつ火を吹くか、ね、バズーカ背負ってる人多くない？流行ってんの？からの後がないが、いやー、これ今ね、背抜けからのね、投げが確か判別できないんですよ。いや、1ラウンド取ったのは、いやー、動く、ちょっと様子を見ながらという感じか。お、素晴らしい。あ、だからコンボが入らないがちょっと重いかな。いや、カウンター入り、これで火力重視。いや、ピョンと跳ね、もう一回ピョンと跳ねる。だがこれはスネーク、お、そう、これなんですよね。このね、ファランはもう体力1ミリまで諦めちゃうんですよね。ローハイからミドルバックブローで決めていく。11、いや、でもこれ分かんないよ、どうなるかね。またね、今回優勝候補のね、はい、ルカさんどうなの。いや、ワンツー、これで、いや、カウンターで入り、いや、使い慣れてますね、完全にもうからだよ。ってことで、はい、決勝進んだのは僕を倒した、こちら、ファランが決勝進むっていうのもね、このゲームジャンプオールスターじゃない。いや、かもしんないぞ。お互い、あ、サボが無念の敗退ということで、で次、ミモちゃん対サルカクベイビーズ、頑張ってくださいね。こちら、ファラン対ファラン、あ、ファラン対決じゃん。しかも第2もラセツ対合剣か。オッケー。でも、ファラン対決みたいです。2人ともファランでお願いします、できれば。チェロさん、正直レオも対策わからないんで、かなりぶっ放しました。あ、そんなでいいと思いますよ。なんかなんだかんだいいね。このミモちゃん対グッちゃん、はい、あは、ついえ、カズさんありがとうございます。カズさん強いよね。そう、僕の社員を倒したんですよ、なんつったって。はい、じゃあ2人ともご準備の方お願いいたします。こっちはファラン対決ということでね、はい、2人ともなかなかあれじゃない、親しみのあるファランなんじゃないですか。このあのウサギファ、ウサギを背負ったガリベンファラン対、多分あのウサギがないと、あのファラン多分夜寝れない感じですよ、多分。ファラン対決熱いですね。かつ仮面ライダーファラン、いや、今回スネークファランなのか、マジですか、素晴らしい。左がミモちゃんのファランで、右がグッちゃんのファランですね。はい、お願いします。で、またね、あれ、グッちゃんのファランは結構アオライタイプなファランなイメージしますね。かつミモちゃんのファランはもちろんアオライは使わないことないけど、基本的に連携重視で、全然まだまだ見切られてるなって思ってました。あ、こちら、なんだ、顔がおかしかったぞ。出ました、ガリベンウサちゃん。いやー、開幕捨て祭、ちゃんと実況していこう。お、素晴らしい。だが威力が固めてくる、横に逃げて、シャカパンで嫌がりからの壁に追い込んでるミモちゃんの方だが、メットを脱ぎ捨て、いやー、だが右アッパーで、あれね、グッちゃんのね、あのね、右アッパーの打ちどころ上手ですね。あ、お、誰だ、これは、このファランうまいぞ。誰のファランなんだ、アズラス、スピードキック、いや、違う、この男、ミモファラン、だから押してく、ワンツーで、これで壁には嫌われ気味になるがね、このステージさ、壁にさ、めっちゃ嫌われない、ステルスで。あ、これはボルカノンでスクリュー行ってセットアップ、ハンティングが最後入、これハンティング入ってたら倒せたかな。で、リーチをかけたのミモちゃんのファランです。はい、人はミモさん、ジャギ、あ、ジャギか、これジャギーかな、ジャギーですね。なんか僕全然気づかないな、そういうの。なんか、いや、でもこれローリングライトが入り、お、ローハイで疲労が壁に届かず、まだ押してく、嫌がるサルガクベイビーズ、ウサギが、これダメだよね、ちょっと待って、もしかの、また落ちました、はい、さっきですよね、すいません、ご迷惑おかけします。はい、ヤユさんも全然出ましょう。あ、PS 多かった、了解です。はい、あ、じゃあ未来系で、はい、いつか出ましょう。じゃあスタンバイします。あ、本当ですか、萌衣ちゃん大丈夫、 OK です、ありがとうございます。で、
ワイも入れて、あと3人。オッケー、あと3人誰か。ホルモンさんは大丈夫だから。みやびさん見てます今。みやびさん、君のさんから待ってる。待ってますよ、もちろん。はい。これ、ちょっと頑張ってゲーム決めたいね。結構勝ち越してるよね。いいね。全然、はい。初参加の方とかでも全然。まだあれか、まだ、初めて9分しか経たないから、さすがにあんま見てないか。はい、全然お待ちしてますよ。はい。今日僕、キャラどうしようかな。キャラどうしようかな。ノイズやばい。今大丈夫そう？あ、チェロさん、ノイズのノですかそれは。ノイズの、それともノビタのノですかそれは。これ逃さない、逃さないこれ。OK。今多分当て身仕込んでたから、さすがに両パンは無理、間に合わないでしょ。やっぱさ、あおらいじゃね、あおらいな。大会やる、大会やる。ホルモンさん行けます、よかったら行きましょう。ってかホルモンさんは OK で。こんにちは、ホルモンさん OK。 大丈夫ですかホルモンさん、まだお店終わってないですか、焼けみたいの。やっぱさ、キングにはさ、あおらいなきゃ、ほら、あおらいじゃね。プラスにさ、感覚とタイミングだけで打っちゃってるよね、こういうとことかね。でも実際さ、これが一番強い気がするんだけど、どうなんだろう。あ、俺のめっちゃいいです。鉄拳のトーナメ、あ、もちろん鉄拳のトーナメです。はい。大会参加表明のです。あ、了解です。はい。あ、全然大丈夫ですよ。僕とフレンドになられてますかね。あ、やばい。キングにはね、結構ね、だからね、ルーズ変えるけど、ちょっと無理だったの、ね、ちょっとさ、あおらい狙いすぎじゃないからね。これやっちゃう、これやっちゃう、これかも、これやっちゃう。ひどいキングはゴリラさんだけだと思います。ですよね、ホワイトタイガー。このゲームであんま絶滅危惧種じゃないみたいですね。あ、ごめん、ちたい、違う。オッケー、今一瞬おかしかった。あ、マジっすか、ちょっと待って。あ、どうですかね、今。ちょっとコリンちゃんお願い。どうですかね、今。ね、最近さ、思ったんですけどね、キングはね、あおらいな気がする。ね、やっとこれを、なんとかできた。オッケー、いいね。オッケー。あ、本当にくっちゃん、ありがとう。ありがとうございます。はい。ね、今日みんなで大会しようよ。大会したい。やろうやろうやろう。みんな出ようよ。やろうよ、大会。大会だよ。そう、マイクとの接触不良ですかね。接触が良くなるスプレーとかある。あ、そうなんですか。え、そんなスプレーあるんですか。え、欲しい。欲しい。え、買う。買います。カイミヤさん1個購入します。やっぱさ、あおらいな、出ようよ、出ようよ、みんな出ようよ。もう出るしかないでしょ、もうこれは。いやー、ちょっとやるやる。ミモちゃん大丈夫、参加できそう。 PS オフ開けそう、今ってか。いいね、いいね。わざと技がぶつかり合う。こんな感じでやってくんだ。はい。アイツさん出れます、今日。アイツさん今日出れます。大会。
いいね、楽しいわ、このキングナッツやってて。あ、惜しい、今の惜しい右アッパーだったね。あ、ごめん、4番 やろうよ、みんな。これ壁にうまく挟めるだね、耐えつけるのかな。お、かわいい今大丈夫です。あ、どうですか、ありがとうございます。はい、キングにはね結構ね、あからねムーブ変えるけどちょっと無理だったの、ね、ちょっとさ、あおらい狙いすぎじゃないかな、ね、これやっちゃう。広いキングはゴリラさんだけだと思います。ですよね、ホワイトタイガー、このゲームであんま絶滅危惧種じゃないみたいですね。あ、ごめん、ちたい。OK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 。今一瞬おかしかった。あ、マジっすか。ちょっと待って。あ、どうですかね、今。ちょっとコリンちゃんお願い。どうですかね、今。ね、最近さ、思ったんですけどね、キングはね、あおらいな気がする。ね、やっとこれを。なんとかできた。オッケー、いいね。オッケー。あ、本当にくっちゃん、ありがとう。ありがとうございます。はい。ね、今日みんなで大会しようよ。大会したい。やろう。みんな出ようよ。やろうよ、大会。大会だよ。そう、マイクとの接触不良ですかね。接触が良くなるスプレーとかある。あ、そうなんですか。え、そんなスプレーあるんですか。え、欲しい欲しい。え、買う買います。カイミヤさん1個購入しますね、やっぱさ、あおられな、出ようよ、みんな出ようよ。もう出るしかないでしょ、もうこれは。いやー、ちょっとやる。ミモちゃん大丈夫、参加できそう。 PS オフ開けそう、今ってか。いいね。わざと技がぶつかり合うこんな感じでやっていくんで、はい。アイツさん出れます、今日アイツさん今日出れます大会いいね、楽しいわ、このキングナッツやってて。あ、惜しい、今の惜しい右アッパーだったね。あ、謎の三島使い謎の風扱いたい、萌ちゃん、はい。これ誰ですか、これなんだこれは風オフかうん、かっこいい、かまくん誰大丈夫三井さん誰こんな大会が今まであっただろうか謎の男、男の数が痛い。萌ちゃん頑張れ、さすがに萌ちゃん頑張ってからの中段ね、あと1ミリプラス取って、最後はスイープキックレケを1ラウンド取っていくのはこちらサイコブレイクファランで、これめっちゃサイコブレイクのさファランじゃないからの、悪いな連携で押してって、これは壁に謎の男友果坂井、どんな三島使いなのか。あれね、最高ラインが修羅になってたから、多分この方あれなんですよ、多分サブキャラだと思うんですけど、いや押してくから逃さない、あなたを壁から逃さない、無駄に入ってきたあなたを壁から逃さないとばかりにリーチをかけるのはこちらまっちゃんの、頑張って、こちらモンハンを始めたばかりのまっちゃん、あ、うまい、上手、さすがです、はい、面白すぎる、素晴らしいですね。
友和酒井としては後がないところだが、どうだ、うまい。あーでもそれなっちゃいますよね、結構僕もなっちゃいますよ、ちょっとラグが、ちょっとラグが、ケースがてかあれだよね、これ本人の方見てたら申し訳ないよね、ちょっとすいません、はい、ちょあこちら今大会のダークホース友和酒井を倒していくのは、はい、てかさ、なんか僕が間違えて招待しちゃってこんなこと言うのあれだよね、ってことで、はい、友和さん、はい、ありがとうございます、はい、おめでとうございます、おめでとうございますよね、はい、いや素晴らしい試合でした、はい、その正体一体何なんだ、面白すぎる、てかちょっと待って、このハランコスめっちゃかっこいいよね、はい、で1回戦第3試合はガニさん対ルカさんですね、こちらこのアイポンがルカさんの方ですね、でガニさんはどこまで段位上げたの、あ合計か、はい、あれだね、でもよろしくお願いしますね、ホルモンさんごめんなさい、え僕さ、えホルモンさん招待したけどあれ間違えて謎の人松本さんメタギアのスネークです、あいいですね、スネークかっこいいですよね、あの僕もスマブラで使ってましたよ、ダイマ前のまま、了解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 、ガニさんの合計はさ、ルカさん気をつけてください、ガニさんの合計あのプラス6段ぐらいで見てて、ちょっと画面ちょいちょい青くなりますね、すいません、じゃあ一回フレンド申請しておきますね、あ了解です、あチェロさん了解です、ありがとうございます、ね、ちょっと僕のモノマネをちょいちょい挟んでいくんで、通常皆さん頑張ってください、あレビットさんありがとうございます、はい、じゃあお誘いしていきますね、ルカさん iPhone の方でいいのかな今回は、じゃあちょっとじゃあさっきできなかったモノマネやろうか、ポケモンでライバルが出てきて、向こうの最初のポケモンがどうしようかな、ワルイージで、でこっちの最初のポケモンがマスオさん、てて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 トゥ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 マスオさんの水鉄砲ピュンワーントゥ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 悪い字の火炎放射ゴーエーテテ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 テ受けたかなこれこんな感じです、すいません、ちょっとごめん、なんか集中してなかった、のれぐっちゃんがぐっちゃんがどれだっけ、いやもう絶対滑った今わかるもう僕にはわかる、もう聞かなくてもわかる、もう いつものことだけは絶対滑ったわ、あれ？あ、いたちょっと待ってて、コリンちゃんちょっとあれ見せてくんね、それえ、ノイズ入ってない？マスオさん飲酒で何の時間だからトラブとか初めてなの、待っとけ、あ、待っとけば大丈夫です、はい、今ルカさんとミモちゃんとグッチャン誘った、松本さんどんな感じでしたっけ、 IDくっそつまんねえ、400回って言おうか、400回押した、あマジでつまんなかった、ごめんね、放送事故じゃないです、事故じゃないです、すいません、はい、何の時間だと、あとちょっと待って、ちょっとどんどん誘っていくんで、はい、すいませんお待ちください、いやもう滑ったんだ、しょうがないわ、いやでもあチェロさん今お誘いしますね、でガニさんとTMTM? 松丸さん？リーチをかけるのはこちら、まっちゃんの、頑張って、こちら、モンハンを始めたばかりのまっちゃん。あ、うまい、上手、さすがです。はい。面白すぎる、素晴らしいですね。友和酒井としては後がないところだが、どうだ、うまい。あー、でも、それなっちゃいますよね、結構。僕もなっちゃいますね。ちょっとラグが、ケースが
てかあれだよね、これ本人の方見てたら申し訳ないよね、ちょっとすいません、はい、ちょあこちら今大会のダークホース友和さから倒していくのは、はい、てかさ、なんか僕が間違えて招待しちゃってこんなこと言うのあれだよね、ってことで、はい、友和さん、はい、ありがとうございます、はい、おめでとうございます、おめでとうございますよね、はい、いや素晴らしい試合でした、はい、その正体一体何なんだ、面白すぎる、てかちょっと待って、このハランコスめっちゃかっこいいよね、はい、で1回戦第3試合ではガニさん対ルカさんですね、こちらこのアイポンがルカさんの方ですね、でガニさんはどこまで段位上げたの、あ合計か、はい、あれだね、でもよろしくお願いしますね、ホルモンさんごめんなさい、え僕さ、えホルモンさん招待したけどあれ間違えて謎の人松森さんメタギアのスネークです、あいいですね、スネークかっこいいですよね、僕もスマブラで使ってましたよ、ダイマ前のまま、了解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 、ガニさんの合計はさ、ルカさん気をつけてください、ガニさんの合計プラス6段ぐらいで見といた方がいいです、間違いなく、でガニさんといえばロー使いのイメージだが、ファランも使えるというからのルカさんはシャオで来たと、なるほど、ホルモンさんそうです、わかりました、いや本当よ、見てればわかる、いやいやいや、あれガニさんは絶対違う、からのガニさんのファランがまたどう火を吹いていくか、ルカさんのシャオは一回見たことあるな、結構女性キャラ、あかっこいい、グラさん前が見えるの、ジャングルに似合わない、こちら2キャラだ、開幕捨て刺してたね、からの壁に運んで、いやコンボが安定してる、使い慣れてますね完全に、からの後ろのバズーカが、背中のバズーカがいつ火を吹くか、ね、バズーカ背負ってる人多くない、はやってんの、からの後がないが、いやーこれ今ね背抜けからの、ね、投げが確か判別できないんですよ、いや1ラウンド取ったのは、いやー動くちょっと様子を見ながらという感じか、お素晴らしい、あだからコンボが入らないがちょっと重いかな、いやカウンター入り、これで火力重視、いやピョンと跳ね、もう一回ピョンと跳ねる、だがこれはすごい、ガニちゃんからやばいぞいやこれ負けちゃダメだよ、主催者負けちゃダメだよ、これ写真か、これかの、これで、あ、じゃあ新しいコンボこれいけんのか、壁際通すんだっけ、これでこれか、 OK、 あ山田さとしさん、はい、いらっしゃいます、今日もポケモンごめんなさい、なんでもないです、あかっこいい、なんでこの花、やばいちょっと待って、ちょっと待ってくれ、主催者しっかりしろ、首の子が違います、どう苦手やばいぞ、全部1個入れば勝てない、いやーな、待って、
もう一回だけやんない。もう一回だけやんない。ランダムダメだな、勝てねえ。ってことで、カツさんおめでとうございます。はい。前回優勝候補の、こちら主催者を倒していくスタイル。ありゃりゃ、お疲れ、お疲れ。シャヒー無理だった。ちょっと、掴むのすぎた、さすがに。ダメだったな。はい、で、こちら、まさかのガロー対決。そして、なんと皆さん、この男が来ましたよ。この、あ、オッケー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 。できた、できた。あー、ちょっと待って。あ、ちょっと待って、これ。うりゃうりゃと、歴史残る試合になった。歴史残ります、これ。一回も消え。ちょっと待って、みもちゃん。ちょっと待って。みもちゃん、あれだね。ちゃんとコンボできてるね。リーチをかけたのカンピョンさんのカズヤ風神拳見せてシャカパンするやつ。キエフとか決めたいんだけどな、ほんと。あ、もう、待って、ごめん。あれね、僕ね、三島だとね、2P3、あ、勝った。はい、ってことでね、はい。まさかさ、カズヤで勝てると思わなかったんだけど。ノーカン。いや、ノーカンはね、僕もカズヤで正式に勝ったんだから。はい。風神拳を使わない三島かっこいい。違うんですよ、ワンピーが出ないんですよ。青ラインに慣れすぎちゃって、逆に財布が安定しないんですよね。じゃあ、ってことで、はい、2試合目、友和坂井さんって誰でしたっけ。あれ、奈落ミスってトゥースマ出る、出ます、はい。友和坂井。あ、これ、萌ちゃんか。あ、違うか。あれ、もえちゃん対、ちょっと見せて。もえちゃん対、ともかずさん。はい、お願いします。ともかず坂井。あれ、これホルモンさんじゃない、これ。で、これホルモンさんでしょ、ともかず坂井って。あ、違うか。あれ、これホルモンさんですよね、多分。じゃあ、ホルモンさんって手でやろう。ホルモンさん対もえちゃん。はい、お願いします。はい。二人、二回打った。TM が松本さん。ですよね。友和坂井さん。え、嘘？え、入れなかった？ホルモンさん。え、マジで？え、じゃあ、何者ですかね。ごめんなさい。僕さ、全く関係ない人招待しちゃった。もしかして。いや、そんなことは、ともかく、オロチの財布を打たない三島、勉強のよ、すいません。謎の一元。はい、謎の三島使え。お疲れ。シャヒー無理だった。ちょっと、掴むのすぎた、さすがに。ダメだったな。はい、で、こちら、まさかのガロー対決。そして、なんと皆さん、この男が来ましたよ。この、最後、カットバック前段ヒット。すいません。おめでとうございます。すいません。はい。優勝候補、朽ちたんだけど、ここで。はい、こちら、どちらが猛虎になるのか、ガロー対決。そして、この下の ID、皆さんもご存知、はい。コメント欄といえばこの男、バーリー・レッソン。フランス人なんでしょうかね。フランスからやってきた資格、こちら、伝説の一戦ですね。あ、波動さんいたの。あ、モデレーター到着しました。ありがとうございます。はい。とりあえず、これで、治安的には大丈夫かな。そうだね。いや、今日なんかすごいトーナメント久しぶりな気がする。こちら第一戦、バーリーさん何使うのキャラ。え、バーリーさんシャオ使いなの。え、本当え、信じらんないんだけど、マジでバーリーさんマジでシャオなの。かつ、ホルモンさん、あれ、ホルモンさんレオだったっけ。あ、そう、レオだ。レオだ、ホルモンさん。こちら、バーリーさんのシャオどんなシャオなのか、いきなり投げとかしてくんのかな。レオだ。あ、かっこいい。こちら、お医者様でしょうかね。かっこいい。
トロのなんかなんかさ、もう趣味が露骨に出てない、なんか君。いやーね、本当だよ。いやー、どうする、バーリーさんの、あ、いきなり焼いてる、ジャブジャブジャブ、お、当ててくる。こちらどちらが猛虎になるか。生ろ、いや、来るなとばかりの肘筋けカウンターで当たってしまい、これ壁に持ってって、なんかうまく合わず、フラヒ消失した。いや、まだバーリーさんも、あ、いいね、応用が効いてるぞ。いや、まだあるよ、お医者様を。あ発動シャワー圧、私のことはもうモデレーターじゃないのか。あ、ライトさん、すいません、ごめんなさい、間違えた。トナメは恐怖症ですからの横に逃げつつのワンツー、この秋葉原コスのパンツがちょこちょこ見えてるぞ。だがこんなの見せパン、男ども騙されるな。だが中断。バーリーさんのシャオは頬を使わない型のシャオですね。いやー、だがこれバーリーさん、あとないよ、本当に踏みつけられて女の子を踏みつけていく。ラミちゃんが傷ついた先生が待って、ごめんなさい、ラミットさん、すいません、波動さんらしくない。あとがないのがバーリーさんだが、中断中中ピョンさん、ひでえな、ごめんごめん、マジでごめんなさい、すいません、それは僕が悪かった。だが後がないのバーリーさんも一緒、後がない実況者隊、後がない、いやーこれ追いついて。あ、かっこいい、こちらお医者様でしょうかね、かっこいい。トロのなんかさ、もう趣味が露骨に出てない、なんか君。いやーね、本当だよ。いやー、どうする、バーリーさんの、あ、いきなり焼いてる、ジャブ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 、お、当ててくる。こちらどちらが猛虎になるか。生ろ、いや、来るなとばかりの肘筋けカウンターで当たってしまい、これ壁に持ってって、なんかうまく合わず、フラヒ消失した。いや、まだバーリーさんも、あ、いいね、応用が効いてるぞ。いや、まだあるよ、お医者様を。あ発動シャワー圧、私のことはもうモデレーターじゃないのか。あ、ライトさん、すいません、ごめんなさい、間違えた。トナメは恐怖症ですからの横に逃げつつのワンツー、この秋葉原コスのパンツがちょこちょこ見えてるぞ。だがこんなの見せパン、男ども騙されるな。だが中断。バーリーさんのシャオは頬を使わない型のシャオですね。いやー、だがこれバーリーさん、あとないよ、本当に踏みつけられて女の子を踏みつけていく。ラミちゃんが傷ついた先生が待って、ごめんなさい、ラミットさん、すいません、波動さんらしくない。あとがないのがバーリーさんだが、中断中中ピョンさん、ひでえな、ごめんごめん、マジでごめんなさい、すいません、それは僕が悪かった。だがあとがないのバーリーさんも一緒、あとがない実況者隊、あとがない、いやーこれ追いついて。ひよっあれ、もうあのシャオ越しにひよってたのが伝わってきた。一生人中、ま、どうしたのラビットさん、今自分を変えるために試行錯誤してる最中なんで、ひどく弱いです。あ、そうなんだ、なんかいろいろあったみたいだね。はい、で今回ミモちゃん、代理的には僕の次はミモちゃんが多分優勝候補ってことなんだかな。波動さん強くなって帰ってくるのか、波動さん進化するみたいです。まあ、気を取りのホルモンさん、ズルしたのこれ。最低の男がいるぞ。言い訳をしていくスタイル。そんなバーリーさんほっといて、1回戦の第3試合、ミモちゃん対ガニさん、これファラン対決になるんじゃない。そうだね、ファラン対決は見たいですね。ってことで、あ、で、ガニさんはローも使えるのか。波動さんは丁寧になって戻ってきます。人様コスはアリマ意識してます。あ、アリマ？え、誰ですか、アリマ？友達ですか？いや、ごめんなさい。アリマスタイルからの、ミモちゃんって、あの仮面ライダーファラン対？ミモちゃん間違えないでね。エリザとか選ばないでね。いや、さっき僕マジでカズヤミスっちゃったの。